はい、こんばんは、山城と申します。さあ、またね、今日も研究で動画を回しているわけでございますけどね。まあ、何かというと、まあ、表題の件でございます。とかね、入ってますけどね。今度ね、ホロライブさんでね、なんか、大きいローカルイベントってことで、まあ、ホロライブとローカルをかけて、ホローカルっていうね、イベントが始まりますよ、ということなんですけどね。これがね、なかなか、これは、停止だな、ということでね。これは、どうしようかな。最初ね、全く行ける予定がなかったんですけど、京都なんでね、近いから行けるかなと思ったんですけど、年末すごく予定がガッツンガッツン入っちゃったんで、全然入った後だったんですよね、発表があったのが。ちょうどね、最後の、期間中の予定の最後のピースが埋まったのが、その発表の前日だったんですよね。はいはいって、予定をピシってね、休日予定をピシッと入れた次の日にこのホローカルの発表だったんで、わちゃーと、わちゃーとね、いう風になったわけでございますけどね。そんなこんなことわたわたしとったらね、一個ちょっと予定が、いわゆるリスケっていうのになりまして、うん、予定がちょっと一つ、ずれたんで、あれ、ワンチャンいけるかもしれねえぞということなんで、急いでね、ちょっと情報を集めてみたんですけどね。いや、改めて情報を集めてみると、これなかなか、ある程度ちょっと作戦を練らないとまずいなと、いつものね、山田さんお得意のね、超ノープランな感じで言っとったんで、これ絶対ね、回りきれないなということなんで、ちょっと徹底攻略をね、しておこうじゃないかと。いうことで、まあ、もしかしたらいけないかもしれません。いけたらまた、動画のネタにできるのかな、どれぐらいね、人がわーっとおったりとかするとね、なかなかしにくい。そんな中、京都ってね、もともと、人が多いところなんで、なかなかね、動画の撮影とかには、不向きなんですけど、というところでね、さあ、どうしたものかな、というところでございましてですね。最初ね、生放送でやろうかなとも思ったんですけど、ちょっとね、これまたね、今ちょっと撮影してるんで、次の日にもうまたガツガツに、予定が入っておったりする兼ね合いで、ちょっと今撮ってる時間が変な時間に撮ってますんでね、あれ時間出るんだ、まあいいや、ですけどね。そんな感じなんでね、ちょっとね、生放送にするのはちょっとやめてね、編集動画で山速報という形でね、出していこうと思います。まずね、ホローカルって何なんやっていうね、方もいらっしゃると思うんで、概要欄にリンクを貼っておきます。ホローカルの公式のね、ホロライフさんの公式の、リンクを貼っておきますので、詳細はね、そちらの方を確認していただきたいと思います。簡単に、申し上げておきますと、いわゆるホロライブと、JR 東海さんと、京都で、コラボレーションしますよということです。今回、ミスの中で JR 東海さんが、コラボレーションに変わっていくことですね。京都っていうと、JR 西日本の管轄じゃないかと思われがちなんですけどね。実は新幹線は、新大阪までが JR 東海の管轄なんですよ。まあね、鉄道詳しい人でね、まあ、うちのチャンネル、だいたい、10分の1ぐらい、400人ぐらい登録者数がいて、40人から50人ぐらい、鉄道系だよねっていう、鉄道が好きだよねっていう人から入ってきてくれる方がいらっしゃるので、そういう方からしてみたいな、もう当然の話じゃないかね。何を今更、東京からね、この新大阪の東海道新幹線とか、まあ、JR 東海の管轄やってるのは何を、そんなね、ご飯はね、お米を研いで、炊飯器で炊くんですよって言ったようなもんですからね、料理を作る人に、料理人にね、ご飯の炊き方教えてるようなもんなんですけどね、そんなようなね、あれですけど、知らない人からしてみたらね、炊飯器で炊くんやってなるわけでございます。海外の人とかだとガチでね、ある。アジア系の人はね、大体ご飯、ね、お米食、特に東南アジアとかはお米食なんで、まあ、ちょっとなんか料理のね、作り方は違いますけど、そのお米はね、炊いて作るっていう、なんていうの、その、養生的なところはね、大体把握してるんであれなんですけどね。やっぱ、欧米系の方だとね、お米を炊くという文化がなかったりするんで、パエリアがある国なんかでもね、パエリア、米は炊かないんか。なんか、その生米を、あれか煮込んで作るんですよね。確か。うん。なんで、お米を炊くっていう、文化は、ライスを使うっていう文化はあっても、そういうようなやつはなかったりとかっていうことがあるらしいんで、へーっていうね、こととかね、聞きましたけど、そんなことは置いといて、それは島スペイン村の話でしょって話なんでね、いうことなんですけどね、島スペイン村になってくると、西三茶の方の話になってきますからね。いや、まあ、西三茶のものでもないんですけどね、近鉄さんのあれなんでね、まあ、あれなんですけど、まあ、実質もはやもうね、もう島スペイン村以降西三茶みたいな、
たいなイメージもね、あったりしますからね。それを考えるとすごいな。あの影響力すごかったなと思いますけど。何がともあれね。で、京都は、今度、ホローガルって形でやるよってことで。実はね、京都に行こうっていうプランは、前の時も言ってたんですよ。前、スパチョコルナタンでね、なんだっけ、国際漫画ミュージアム展か。なんかのね、時にも、ホロライブさんと、コラボレーションがあって、まあ、テナントのページがあってね、漫画ミュージアム、のところでやってたんですけど、京都漫画ミュージアムというところ、まあ、この後まだ、今回も、イベントの、会場の中に含まれてるんで、ロケットの、ショーの中に含まれてるんで、また、詳細は後半で、語りますけど、なんだったっけ。前回ね、10月だったっけ？前回、10月ぐらいにもね、あってね、その時もね、ちょっと直前で知ったんでね、スケジュール、間に合わせやんかなと思ったんですけどね、すいません、どうにもね、もう予定が全部入っちゃったんでね、ダメだ、ちょっとね、仕事が入ってたりとかあったんで、あ、無理だな、これはさすがに無理だな、ということでね、一回諦めたんですけど、今回は、いけないかな、どうかな、っていうところなんですよね。で、ただ今回の、イベント、ちょっとね、いろいろとね、味噌になるところがあります。ちょっとね、要点のところだけね、ザザッと話していきます。本当はね、フリップ作ってやろうかなと思ってすいません。今ね、やっとね、落ち着いて時間見てみたら、あとね、2時間ぐらいしかね、ちょっと時間が取れなかった。フリップ作ってる時間がねえなってことなんでね。ざっくりといきます。まずね、今回ネックになるのが、まず京都っていう場所ですよね。うん。これまず、私たちね、三重県民は、まあ、私ね、これ三重県に4回ですから、もしかしたらこれ新規でね、フォローカルっていうのでね、引っかかってね、やってきてる方もいらっしゃるかもしれませんからね、わからないかもしれませんけど、私ね、三重県の四日市市っていうところに、住んでるわけでございます。今もこれ4日市からね、撮影をしてるわけでございます。まあまあまあ、ホロライブだとね、4日市って、やたらめったらにね、非常に知名度の、まあ、とか VTuber 界隈とかね、しぐれういさんね、ういままの、ね、出身地として有名なところでございますけども、4日市からね、そう、お送りしたわけでございます。ですのでね、これ、四日市っていうのが、どれぐらいの場所になるかっていうと、ちょっと地図出した方がいいのかな。四日市っていうのがね、これ、まず自宅のやつが出てくるか。さあ、ちょっとね、いろいろそう、自分のアカウントのやつでポンと入ったら、映ってはいけないものがいろいろと映っちゃったんでね、ここから再開しますけどね。四日市市はね、大体この辺りです。京都がここ。まあ、京都駅がね、この辺りですね。ここですね。京都駅が、にあるんですけど、京都からだとね、四日市、物理的にはかなり近いです。ここですね。四日市市ってなってますね。まあ、ここからなんでね、まあ、距離としてはかなり近いですよ。名古屋がここでね、東京だとここっていうことなんで、どう？大阪、京都の方が、まあ、さすがに大阪、京都の方が距離は近いですけど、まあ、言うてね、四日市も、そこまで離れていない、っていう、ところでございます。まあ、ぶっちゃけ車だったら1時間ちょいで行けるというね、高速、新名神使ったら1時間ちょい、2時間かからずに行けるんじゃないかなっていうぐらいの、すごくお手軽な距離でございました。それゆえにですね、今回の、イベントでは、ちょっと実はこれがまた一つ弊害も生まれているんですけど、実は距離的にはだいぶ、近いところにありますよと、いうこの四日市なんですけどね。で、今回は基本的に、この四日市から、京都に行く方法で、攻略を立てようと思います。っていうのも、まあ、東京からの場合、これはもう、問答無用です。東海道新幹線ですね。もう、それ以外、もう、正直、これの一択ですね。まあ、高速バス、これね、ただね、一択って言いたいんだけどね、高速バスっていう手段を、考えるっていう人も多分いらっしゃると思うんですよ。で、実際高速バスは、まあ、ね、京都、東京間は高速バス走ってるはず。です。京都駅行った時に確か東京行きのやつもね、バンバン走ってましたんで、あったはずなんで、これはさすがにあると思いますし、まあ安く済みますしね。で、今回のイベントがかなり朝一から回りたいよねっていうことを考えると、深夜のうちにね、要は金曜日の夜、金曜日に仕事終わって、それからね、夜のうちにね、要は高速バスで移動してすれば、朝一ね、京都で、そのまま朝からね、一気に回れる。まあ正直新幹線の始発だと9時くらいになるのかな ?8 時くらいにつけるのかな新幹線の始発。ちょっと調べてみようか。さあ、画面移動してきましたけどね。東京始発だとでも8時につけるんだ。はぁー。
一番早いのだとこれですね、8時2分、5時40分の東京、あ、品川始発の6時発にね、乗ったるって言うてですね、そうだ、これができたんでしたね。そうや、そんな話、ちらっと聞きました。これが、のぞみ99号。これがね、相当早いって言うんでね、8時、なんと8時2分にそうか、東京に、京都につけちゃうんですね。っていうのがあるんで、まあ、ぶっちゃけ、今回8時につけとれば、問題はない。というかね、いろんな施設が開くのは大体9時とかからなんで、まあ、正直言ってことは、まあ、これで朝行っていくってもありますね。まあ、ただ、東京ね、東京駅5時40分発なんでね、まあ大変ですけどね。品川の6時発ですからね。まあまあ大変なのは間違いないんですけど、こういうプランも、まあ、ありますよ、ということでございますですね。っていうことですけど、まあ、正直飛行機とかって考えると、まあ、ちょっとしんどい。時間も別に変わらないから、ちょっと飛行機の方が、単純な移動時間で言ったら、ちょっと飛行機の回路だと思う。いやー、痛みだったらワンチャンちょっと早くなるのかな、ぐらいのところで、料金はね、まあまあかかりますし、で、ね、しかもね、実はその待ち時間がね、そのフライト行くね、前の、待ち時間とか、そのあたりとかのことを考えるとね、チェックインとかの、時間とかのことを考えると、これはね、さすがに、結構、あと成田羽田までね、羽田まで移動するね、移動時間とかのことも考えますと、まあ、正直、かなり一択に、なってくるのかなと思います。というのもね、今回、JR 東海さんとのコラボレーションということなんで、ここがね、ちょっとまたネックになってくるんですが、これ一応映さない方がいいのか。一応ちょっとフォローカルの公式サイトのところは隠しときますね。反転どうかわからないんで。今回ね、やるイベントっていうのがいくつかあるんですよね。まず、スタンプラリーね、8カ所の施設を、回って、スタンプラリー。で、それぞれ8カ所のうち、総合のね、センターになっている高島屋さんが総合のところになっていて、それ以外の7カ所にそれぞれ1キャラずつね、当てられてますよと、この面がね、ふぶちゃんと、しやかみふぶきさんと、おおかみみのさんと、なんかこれ、まあ一応こういう感じで言っといた方がいいのかな、あと、誰だ、もちろん、ナキディアヤムさん、ラプラスダークです。で、オーソラスーパールさん、風間いろはさん、桜美子さん、7人の、この面がね、ここで、それぞれの、一人に、一施設、担当みたいな感じでね、なっていて、それぞれを回りますよっていうスタンプラリー。あと、それぞれの、ところで、いろんなグッズの販売とかもやってますけど、グッズの販売からまだ詳細、またこの後工業工夫でいきますけど、京都高島屋さんで基本的には全部揃うのかな。ね、なんだったっけね、アクリルスタンドだったかなんかだけ、各、その施設のみで、そのキャラクターネットを、キャラクターというのが、ホロメンネットを販売する。これね、難しいのよね。やっぱ、内田世代ってさ、ちょっと脱線するけど、やっぱし、まあ、いわゆる、VTuber とかもね、含めて、やっぱし、キャラクターって言い方が苦手なんだよな。でも、なんか、どっちかっていうと、V の業界ではでもどうなる？うちは、未来赤井ちゃんとか見てたときは、普通にキャラクターとかそういうような感じのあれだったんだけど、どっちかっていうと、クリエイターっていうような、感じで、言う方のが、あとなんか、まあ、正直、V の、やってる人の、スタンスによってもちょっと変わってくるのかな。結構、私もね、本格的に見始めて、まだ1年も経ってない。まあ、未来赤井ちゃんはずっと見てましたけど、2019年ぐらいから見てたんで、V 自体は、一応4年ぐらい見てるわけですけど、とはいえね、時は完全にアニメのそのイメージで、まあ特に未来赤ちゃんはその傾向強かったかなと思いますけど、の、あれがあったんですけど、いざね、例えばホロライブとか、まあ日産でもそうですけど、見てみると、どっちかっていうと、結構キャラクター設定、とかが、どっちかっていうとメタル、
傾向が あるんで、あれって、そうなんだっていうね、感じになったりするんでね、最初はちょっとびっくりしました。まあ、なんだろうね、本当にそうですよね。うん。まあ、特にスバルからね、入ったというかね、あれですけど、まあ、そのあたりとかはまた、後々ね、何かしらの雑談で話そうと思います。今回はね、あれなんで、ちょっと置いときますけど、まあまあ、一応、ちょっと、もう一回したらね、その人によってはなんかね、その、キャラクターと言うべきかそれがっていうのが、結構いろいろ論争があるみたいなんでね、まあちょっとあれですけど、まあ、そのあたりはあんまり、細かくね、意識して、やってても、ちょっと、大変なんで、さらっとね、まあ、流しといてもらえたらなと思うんですけど、正直ね、いわゆるおじさん世代なんで、昭和生まれなんでね、やっぱしね、おじさん世代だとね、最初のいわゆるアニメのキャラクターが、だから、ソロライブって要は、アニマスが、の感じでキャラクターが、そういった、YouTube の動画で配信とかもやってるっていうような感じなのかなと思ってた。どっちかというと、そうでもないな、っていうんでね。だいぶ、ああ、違うんだな、っていうんでね、結構驚いたりしたもんですけどね。うん。っていうのがありますけどね。まあ、結局、ね、今どっぷり、まあ、かなりどっぷりっていうのかな。まあ、何やかんやと、何やかんや買ってますもんね。うん、何やかんや買ってるもんな。うん、ということでね。そんなことは置いといて。まあ、あと、いざね、ちゃちゃっとチェックし始めてみたらね、コラボレーション仕方とか、えぐいですかね。一昔前のアニメの展開よりも全然展開するその領域が広いんで、めちゃくちゃ大変なんですけど、今回もね、それもあってね、結構大変なところがあるんですよね。で、何だったっけ、イベントの内容ね、ざっくりといくと、まあ、京都でイベントをやりますね。どんなイベントをやるのかですよね。それのね、説明をしないといけないということで、説明をし始めたら脱線したんだよね。どういう風になってるのかなわかりませんけど、いわゆる、まず、簡単に、コラボの概要をざっと言うと、まず、大きくは、京都で、いろんな先行グッズの販売があります。まあ、とかちょっとグッズの販売の話とかしてましたけど、京都高島屋さんで、基本的に販売します。で、あと、コラボ施設が、さっき言ったように、プラス7カ所あって、それぞれでキャラクター1人ずつね、割り当てがあって、それぞれのキャラクターグッズがそこで売られて、まあ、基本的にはその子で売ってるやつも、高島屋で買えるらしいんですけど、なんで、アクリルスタンドだけ確か、各施設にしか売ってないっていうような感じなのか。ただ、このあたりとかは、実はまあ、転売対策として非常に有効だなと思ったんですけど、後日、先行販売で、あくまでも先行販売で、後から EC サイトから、普通に12月20日から、発売がされます。これ、期間が言ってなかったのか。期間が終わった次の日からね、もう普通に、EC サイトから予約発売できるんで、別に、グッズが欲しいから絶対に行かねえとっていうわけでもない。ここに行かないと買えないっていうようなやり方ではない。結構、いわゆる、ライバーさんとか、まあ、アニメの系の聖地巡礼関連のイベントもそうなんですけど、ここに行かないと買えないよっていうね、設定をすると、ぶっちゃけあれ、転売屋さん、わっしょいわっしょいになっちゃうんで、うん。うん。あれはね、そりゃそうなるよねっていうところでね、物理的に行けない人っていますからね、まだね、私たちこれ、四日市ね、四日市、京都でね、近いし、まあ、東京だと遠いかなって話をしてますけどね、実際友達でね、沖縄で、いわゆるオタ活やってるやつ、いるんですけど、沖縄のやつはね、一回出てくるって言ったらもう大変性なんでね、まあ大変だよっていう話をね、してましたんでね、まあ言うで、なんやかんやとね、まあ出てきた時にはね、それでちょっと一緒にじゃあ飯でもこうやんみたいなね、ことになったりもするわけなんですけど、うん。っていうのがね、あったりするわけですけど、まあ、大変だということでございますね。あ、一応それ、あいつも、あれだもんね、スターステルのメンバーってことになってるから、あ、メンバーだからね、そう、メンバーだからね、もし見てたらね、那覇にいる、君だよ、うん、君だ、うん、君、メンバーになってるからね、うん。あ、そう、だから、沖縄にもうちのメンバーがいるってことだね。あ、そうだね。はい。そう考えると、エリア広がってますね。あ、始まった時からね、もともと、あっちにありますかね、宇都宮とか、一番北どこだったっけ、一番最初に。あ、新潟だ、新潟にメンバーがいたんだ、とかね、そういうのがありましたけどね。そうそうそう。なぜかね、もともとは、この、スターステールっていうのは、その、西日本支部ですかね。そんなことは、まあまあ、置いといてもいいんで、いいじゃん。置いといても全然大丈夫な問題なんですけどね。
そうそうそう。もともと栃木の、鹿沼か。鹿沼とこっちでね、四日市でのメンバーで、わー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 やってた。文芸サイトの、名残がありますので。で、鹿沼の方が演劇グループになってて、演劇集団になってて、こっちの四日市のやつは、こんな感じで今、底辺 YouTuber やってるということでございますね。ということなんですよね。もう23年ですよ。というかね、このイベントの、タイミングで、このイベントの時か、最中で、うちのところ23周年でございます。24年目だって。なっけえなぁ。いやぁ、24年ですよ。もうあと1年やったら四半世紀だよ。すげえね。いやぁ、やってますよね。そう。まあまあ、その中で、まあね、YouTube の投稿は、5年ぐらい、ね。YouTube の投稿は5年ぐらいで、動画投稿じゃニコ動画を含めたら15年 ?14 年かっていうところらへんですけどね。うん。まあまあ、そういうような感じで、まあまあまあ、長いことやってるわけでございますけどね。うん。で、長いことやっとって、このブラブラな撮影で、それをそのまま出すってどうなんだ、だからおめえのところのチャンネル伸びてねえんだろう、ほらって言われたらね、もうそれまでなんですけどね。で、そんなことまで、いいんですよ。良くないのか。良くはないけどね。うん、良くはないんだけど。で、なんだったっけ、福島屋でね、やってて、あ、待って。あぶね、煮込み料理作ってたの、使い忘れてますね。あ、大丈夫。焦げずに済みました、セーフ。セーフ。ということで。なんだったっけ。京都、で、イベントをやりますよと。で、イベントをやるのに、そのフォローカルで京都編っていうので、まあ、今回が第一弾ですよね。やります。で、まず開催期間、ネックになるのが、京都でやるっていうのが、まあまあ、まずそのネックになりますよね、ってことで。まあ、行き方のところに関しては、この後またちょっと攻略を練ります。あのね、これね、四日市がね、微妙に近い。で、やかの名古屋よりも、京都に近いっていうのが、これがかなりネックになってまして、今回のイベントの、内容と、単純に京都に行くだったら、名古屋よりもなんなら行きやすいですよ。うん。名古屋の人がね、京都に行くよりも多分、四日市から京都の方のが行きやすい。今、指名市が繋がりましたからね。あれ、めちゃくちゃすぐ京都に来ますからね。なんですけど、そうですね。今回はね、それ以外の問題がある。イベントの内容にちょっと関わってくるんで、後々話していきますけど、なんだったっけ。まず、解散期間で、ちょっと距離が、で、あと次、開催期間が、ちょっと短いのよね、今回。開催期間がね、2023年の12月7日、ですから、木曜日から、12月19日の火曜日までっていうことで、2週間強ですね。2週間あって、プラス前後の、木曜、木金、月火、が前後で撮ってあるよというような感じのやつになっております。これはね、実質ですから、社会人でね、例えば土日休みで社会人で働いてる人だと、チャンス4日しかないんですよね。これね、期間的にはね、まあ、イベントをやってるイベントなんでね、長期間ね、ロケーションしてやるような感じのイベントではない、ところなんでね、まあ、なんだったっけ、比較するのはどこだ、シマスペイ村か、やっぱし。シマスペイ村のね、日産寺のうんこちゃんとのコラボが非常に有名になって、まあ、おかげで三重県も非常に有名になったわけでございますけど、本当に三重県全体で盛り上がりましたもんね、あれ。で、あれの時は1ヶ月くらいやってましたよね。まあ、ただ、あれは、要は、1施設でやってるんで、感じとかもね、で、しかもシマスペイ村さんが主催でやって、近鉄がね、主催でやってっていうことなんで、まあ、当然ね、その、感じとかそういうのをやるのも全部、近鉄の一社でね、全部、収まる、ところなんでね、そういう意味で言うと、その、ね、一施設で、全部やるんで、しかもそれやるのが、イベント屋さんじゃないですか。要は、スミレスペイン村っていうアミューズメント施設、いわゆるテーマパークですからね、ですから、当然そういったイベントとかをやることができる、そもそもキャパシティとか持っていて、で、そこのところでイベントをやるっていうことなんてあれなんですけど、今回の場合はあくまで一般の観光施設のところでやるんですよ。で、いうことを考えると、まあ一部ね、その、そういった、ような、そのイベント対応とかもかなり、
得意というか、まあ、施設的にね、しやすい、ところもありますけど、そうじゃなくて、本当に一般のお寺さんとかもあるんで、そうするとね、なかなか、長期の対応とか、ね、そのあたりの感じとかが、難しくなってくるというところで、多分この2週間ということになったんだと思いますけど、15日、10日で何日やるんだこれ。10×13、14くらい。よいしょ、7日から7、8、9、10、11、12、12日間か。ですんでね。いやー、これはね、なかなか大変でございますよ、という感じでございますね。そうなんです。予定がね。しかも発表があったのは結構直近だったんでね。正直、だから最初その発表が出た時も、あと一日早く行ってくれてね、実はちょっと放送を見ながらね、ミューシャとフーちゃんが言ってました。企画発表のね、放送を見ながらね、あと一日早く行ってくれればさ、やべえ、こいれなかったのによっていうね、感じになってましたんで、結構その、社会人、人にもよりますけど、ね、だと、結構なかなかスケジュール立てるのにね、なかなか大変な、くらいの期間だったんでね。だから、まあ、このね、スケジュールで行くのがなかなか大変だよっていうところだと思いますし。で、そんな中で問題なのが、じゃあこれね、一回行ったらよし、一日時間取れたぞ、よし、じゃあ一日でね、ここのね、イベントのところを回って、よし、っていう感じで行けるかっていうと、これがね、なかなか難しいということでございます。これね、本編でも、紹介動画の時にもね、言ってましたけど、言うてね、エリアがまあまあ広いんですよ。今回、そう、京都市内って言っても、京都市自体が、まあ、そもそもちょっと広いんですよね。で、そんな中でも、京都ね、そこそこ行ったことがある人だったら、大体この今から言う施設名を、そのコラボする施設名を言ったら、おってなると思うんですよ。コラボ施設名をね、さっと言っていくと、この後また詳細は、地図を見ながら説明してきますよね。コラボ施設、京都市京セラ美術館。まあ、ここが、ラップ様が、京セラ美術館でやります。で、京都国際漫画ミュージアム。ここは前回の、スパチョクルナタのね、イベントのやつでもありましたけど、今回もこの、漫画ミュージアムが入っていて、で、その、スバルですね、スパチョクルナタの時も、出てました。スバルがここの担当ということですね。で、あとは京都駅エリア、京都駅エリアが誰だっけ？京都駅エリアが、待って。サイト一応隠してるからね。京都駅エリアが、あれ？あやめだっけ？京都エリアがそうですね。登場ですね。泣きであやめさんと。で、下鴨神社。下鴨神社は？神社が、あ、みこちか。さくらみこさんと。で、下鴨神社、三部寺が、これもね、呼びにくいところですけど、私はちなみに三部寺なんで呼べるかっていうと、昔やってたギャルゲーム、で、三部さんって、なんだったっけ、何のゲームだったっけな。あれだ、片翼の天使だ。ウィッチっていうところから出てきたね、片翼の天使ってやつで、そこでね、実はね、テーマソングの見えない翼っていうめちゃくちゃいい曲なんですけどね、リンク貼っときます。いらね、いらねって言われそうだけど、めちゃくちゃいい曲なんでね、いい曲ですよっていうことでね、ありますけど、そう、そこに出てくる、公約ヒロインの子で、ミーブさんって、陸上をやってる子だったっけ？だよね。うん。一体ね、ミブさんっていう子がいて、それでミブさんって呼べ、ミブは呼べるなっていう。ミブデラが、風間とか、ですね、風間いるか。で、ミブデラ、あと、車折神社か。で、車崎神社。そう、車崎神社。危ね、危ね。ついつい車折神社って読んじゃうんだよね。
ちょっと難読だよね。難読なんだよね。そうそうそう。車崎神社。まあまあまあ。で、車崎神社と嵐山エリアっていう風になってますね。ここが、まとめて、嵐山と車崎神社をまとめてあるんですけど、ここが三代社か。おかみ三代さんで、あとは伏見稲荷エリアということで、伏見稲荷が、伏見で菊根、稲荷で菊根で、ふぶちゃんと、白神ふぶちゃんというようなね、ラインナップになってますよ。今ね、ピンときましたよね。最後の二つに言いましたよね。最後の二つっていうか、下鴨神社あたりか、屋敷が。京都国際、まあね、京都美術館、京都国際漫画ミュージアム、京都駅ね。まあ、このあたりは、まあ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 。まあ、ミブレランもね、ほぼこの、あれぐらい止まってもいいんだね。うん。なんですかね。嵐山、下鴨神社、伏見稲荷ってあるんですよね。うん。これがね、まあまあ、ね、まあまあと、ね、少なくとも、一日で、いやいや、これはね、ロケーションの説明で、ね、京都だからね、全部歩いて回ろうなんて考えたら、やめとけと、無謀すぎるというところなので、これはもう公共交通機関使うことは かなり大前提です。かなり大前提で、歩きで行くんだったら、最低3日は取っとけと。いうところなんですよね。それでなくてもね、正直これ日帰りが相当難しいっていうか、単に行く、そのスポットで写真を撮る、帰るだけだったら日帰り行けます。全然日帰りで行けると思います。うん。だけど、いざ中に行って、これ中に行って、実はその、例えば、京成美術館とかだと、展示品を、ラプ様がなんか、紹介してくれる、特別映像とか音声が、その位置情報とね、リンクさせて、そこでこの、京成美術館のところで、そのリンク、を、ポチってすると、イヤホンかな、イヤホンとかで、ね、繋げておけば、ラプ様が全部説明をね、してくれるような、実はその特典があったりだとか、あと漫画ミュージアム、漫画ミュージアムが一番実は厄介かもしれないけど、あそこに至っては、全、今回の参加しているコロメンの皆さんが、おすすめ漫画を紹介してますよっていうのがあって、ですから、そのおすすめ漫画が読めるような、感じになって、まあ、もともと漫画が読める施設になっておって、漫画ミュージアム、どうも、漫画ミュージアム、米子にもありましたよね。そうだ、米子行った時に、京都、JR 西日本か、ターミナル駅完全制覇の旅シリーズで、米子に行った時に、泊まった自由空間あったじゃないですか。あそこのところは漫画ミュージアムの上に、その、自由空間があってっていうような形になってましたけど、米子の漫画ミュージアム、あの時は、自由空間に泊まらなかったんだ、結局。自由空間には泊まらなくて、その上にあった、サウナ施設のカプセルホテルで泊まったんでしたね。とかっていうのがありましたけどね。米子漫画ミュージアムっていうのがあって、あそこも確か漫画バーっと置いてあるんですよね。そう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 。で、自由空間があれか、だったっけ、管理してっていう感じでしたっけ。で、いうふうに、になってるんですよ。ここの京都の場合は、施設自体は、博物館みたいな感じの、あれになってるのかな。一応、ちらっとは調べてみたんですけど、京都国際漫画ミュージアムも、入館料払って、あれだったっけ。そうですね。入館料、900円で、大人900円でね、入れますよっていう、入館施設なんですけど、ここが、その900円払うと、なんか、いろいろ、割引もあるらしいんですよね。で、イオンクレジットで割引あんだ。あんた、俺割引聞くじゃん。ラッキー。なんだっけ。2割引、あ、大きいな。イオンクレジットで使おうじゃん。っていうのは置いといてね。国際漫画ミュージアム自体は、中でね、ですから、ゆっくり漫画を読むことができるよと、言ったような、あれになってるんでしたよね、確か。ちょっと漫画も読めるような、感じのシステムになってるらしいんで、
まあ、正直かなり、美術館とここでね、相当もう、お得に、過ごせることができるよっていうことなんですよね。ちなみに、年間パスポートあるの年パス6000円で、いけるらしい。6000円か。年パス6000円か。別に、全然、遠くてね、行くのが大変って距離でもないんでね。単純に行くだけだったら本当にめちゃくちゃ行きやすいんでね。ああ、なるほどね。はい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 。で、行くのがあるんですけど、そうそうそう。ですから、その、1施設ごとにね、実は結構時間が使えちゃうんですよね。うん。これがね、なかなか、困りものというか、いうことでございましてね。困りものというか、まあ、嬉しい悲鳴といいますか、といった感じになるわけでございますけどね。いやー、なかなかね、うん。そうなるとね、なかなかね、大変なんですよね。何が大変かっていうと、うん、ですから、ちゃんと施設も見て、神社とかもね、神社って言っても、正直、まあまあ広いですし、あと気をつけたいときなんか、この車崎神社なんですけど、実はこれも、サイトよく見てて、私も気づいたんですけど、グッズの販売所と、が、神社のその、パネルが置いてあるところがだいぶ離れてるので、駅3つ分ぐらい離れてるんで、そのあたりとかもちょっと注意ポイントで、これだと押さえていきたいなと思いますけど、いやいや、なかなかね、そのあたりとかがね、難しいな、というところがあったりします。まあ、各施設の生き方というか、公約については、まあ、それぞれの施設で、これだと話そうと思います。まず、ただ問題はもう一つのところで、この、京都まで行く方法ですよね。っていうところが、厄介になってきます。で、さっきも言ったように、東京から行く人、厳密に言うと、今回の場合だと、例えば、豊橋から東にお住まいの方はもう間違いなく、最寄りの駅、新幹線駅まで行って、新幹線、東海道新幹線で、乗ってくるというのがもう大前提になりますよ、ということです。っていうのも、今回、東海道新幹線、さっきも言いました。今回、協賛しているのが、言ってからだいぶ経ってんな。JR 東海さんと協賛しています。その兼ね合いで JR 東海さんとのコラボイベントというか、コラボ施策もあります。で、そのコラボ施策の内容が、限定ボイス。新幹線の車内だけで聞ける限定ボイスっていうのが出るらしいです。で、これがですね、リセンスっていう、空間音響技術っていうのを、使っているらしくて、2種類、今回ボイス収録が2種類やってると、行きと帰りで分けてるらしいんです。どういうことなのかっていうと、今回 GPS 機能をうまいこと使って、よく GPS で鉄道系のやつとかよく出てる速度表示のアプリとかあったりするんですけど、あえて要はその位置情報をこうやってピーピーピーって定期的に測ることによって、何秒間に何センチ進んだから、今時速何キロ出てるよねっていう逆算をしていくっていう速度検知機能があるんですけど、その速度検知機能とその GPS が自体が持ってる位置機能を合わせるらしいです。で、新幹線って要は300キロ近く出るじゃないですか。ですから、普通のね、車に乗っててもね、高速道路でビュンって飛ばしてもその速度出ないし、っていうところで、その、300キロ以上、ですから、その速度速い、新幹線が速いよっていうのを活かしてですね、新幹線に乗ってその、なんか一定以上の速度をその新幹線の GPS 上のところで検知したら、音声が聞けるよっていうシステムらしいです。ですので、それ用に、作ってあるっていうことなんで、それで新幹線以外では、聞けないボイスっていうのがありますよ。で、これボイスがあるだけじゃなくて、そのボイスを聞くと乗車証明書というデジタル証明が書が発行されるらしいんです。で、そのデジタル証明書を今度高島屋さんに持っていくと、クリアファイルがもらえる。これが限定の書き下ろしのクリアファイルがもらえるよということなんですよ。ってことは、まあ、基本的には、新幹線で移動するのが、やはり、ベストだし、マストになってくるよねっていうところ。これが、四日市市民ってなると、すごく頭がね、悩ましいところになってくる。これが悩ましい。ですから、コロナもあるんで、基本東京とかの人だったら、まあ、迷うことはない。
悩ましいな、多分大阪の人もまあまあ悩ましいと思います、これ。大阪も悩ましいね。大阪なんて普通新幹線使わない人も京都に行くのに。ですけど、一応新大阪、京都間の間も、JR 東海の管内、ですから、新大阪から東京間の間で、がこれの対象になるらしいんで、一応新大阪まで、京都間でも使えるらしいんですけど、ただ、これもちょっと悩んでるのが、長さがどれくらいあるかなんですよ。ってのは、東京から行くことを前提にしていて、東京からだと2時間ぐらいかな。だいたい2時間ぐらいなんですよ。京都、東京間って新幹線2時間ぐらい。ですから、2時間ぐらいの防止を聞くことを前提して作ってあるんだと、名古屋からでもまあまあしんどいですよね。で、いうのは、名古屋からだと、名古屋からだと、遅いやつ、いわゆる各駅停車のこだまに乗って54分とかなんですよ。50分ぐらいなんですよ。で、のぞみだったら30分ちょいで着いちゃうんですよ。なんとね、30分ちょいで名古屋、京都から移動できちゃうんですよね。まあ、新幹線の料金はかかりますけどね、っていうことなんですよ。ってなってくると、どれぐらいを想定してるのかなって、ですから30分ぐらいのボイスなんだったらね、別にそれで行ってしまえばいいんですけどね。ですから、名古屋から新幹線で行くとしても、こだまに乗った方がいいのかなとかいうのもね、ちょっと考えたりしながらね、どうなんだろうなっていうところとかも、あと、ちょっと悩むところだと思います。名古屋県、でもまあ名古屋県からでも新幹線っていうのはまあまあまあ、それほど変な手段ではなくなるんですけど、これがね、四日市ってなるとなかなか難しくてね、っていうのは、新幹線を使って、行くのと、まあ、正直、車で行った方が早い。30分で行きますよ。名古屋から京都は30分で行けるんですけど、今度、四日市から名古屋まで出る。これだけで、これで、3、40分とかかかるわけですよね。で、出る時のその、乗り換えの時間とか、そのあたりとか、まあ、名古屋の乗り換えはね、京都、名古屋間のね、新幹線なんかもうバカみたいに走ってますんで、どれくらいバカみたいに走ってるのかな。今、時刻表チラッと見てみようか。時刻表ね、チラッと見てみますけど、ここはいいのかな。チラッと出しますけどね。名古屋京都間だとね、7時台とかだと、こんな感じでね、6分、11分、26分、28分、26分、28分、35分、37分、51分、53分と、ね、出てくるわけでございますよ。ちなみに名古屋から乗るんだったら、この東駅始発になってくるのがいいのかなとも思いつつもね、うん。7、50分だけど、多分、ボイス聞く時間のこと考えると、一応これぐらい、見といて、でも、2時間を想定してるんだったら、正直、50分じゃ短いんだよな、ですけど、だから、どれぐらいのボイスの長さがどれぐらいなのかなっていうのがね、実は全く分かってないんで、10分そこらのね、ボイスだよって言うんだったら全然問題ない、ね、望みに乗っちゃってもいいと思いますけど、分からないんですよね。そこがね、分からないんでね、厄介だな、というところでございまして、で、こんな感じで、もうね、次の時間もね、8時12分、13分、27分、38分、43分、49分、58分と、いくらでもやってくるんで、本当にもう、5分、7分、5分とか、おきにね、来るわけでございます。ここだけ15分空きますけど、バック車空いて15分ですかね。ほぼほぼ10分以内に新幹線がひっきりなしに京都に行くやつがやってくるっていうのがね、これが非常に特徴ではございますんでね。ということでございますよ。こんな感じでずらーっとやってきますんでね。っていうことなんで、新幹線の乗り換え自体はそんなに問題ないし、まあ、どれに乗るかっていうのもちょっとネックにはなってくるのかなと思いますけど、多分、駅舎とか、シヒカルとかので、狙った方がいいかもしれんとは思います。多分、東京、京都間は、のぞみだとね、基本的に、自由席はまず、今回その、どの席で行くかにもよりますけど、のぞみで自由席、この年末に京都に行くやつ、ほぼ絶望だと思うんで、大阪に行く人たちも使いますからね。で、のぞみは自由席が2畳だった。少ないですよね。うん。で、そから、光とか小玉だと自由席の割合がすごく大きい。上に、さっきも見たみたいに名古屋からの東駅始発もあるんで、そうするとね、まあ、自由席ほぼ100%狙いに行けますから、
で、京都の色だったら、で、53とかになってますけど、ありだとは思うんですよね、うちは。うん。っていうのがあるんで、朝市のその、都営基地発のやつとかを狙うっていうのも、手かなと思います。一番早いのだと、一応、名古屋始発の望みってあるんだ。名古屋始発の望みが6時20分に出て、これだと6時54分の34分でね、美しい都営基地発であるっていうことなんで、まあ、ワンチャンこれもありなのかなというところですけど、まあ、7時もさすがに早すぎるかって気もしますけどね。っていうような感じだったりするんですけどね。っていうことなんですけど、これがね、4日近くなるとね、なかなかね、もどかしくてね、四日市から、京都に、行くってなると、新幹線だと、JR 四日市駅で見ましょうか。そこから、京都だと、これがね、在来線だと、片道、四日市駅からだと1980円なんですよ。ですから、往復4000円切るぐらいできるんですよね。これが、新幹線になると、5940円と、いうお値段になってくるわけですよ。片道6000円近く、往復で1万2000円近くになってくるわけですね。だいぶ大きいよね。4000円で済むから1万2000円。そうすると8000円ぐらい差が考えてくると。結構、大きいよね。8000人は、まあ、現地でまあまあ使えるよっていう、ね、お値段になってくる。っていうことを考えるとね、結構、もどかしいぐらいになっちゃうんですよね。で、もうちょっと言うと、これ、攻略の方法でいくと、神山から乗るっていう手があるんですよ。神山から、要は関西線経由で京都に行ける。よく神山を、大阪間って最短ルート、一番その物理的に距離が短いのは関西本線だよっていうのは有名なんですけど、実は神山から京都って鉄道だとめちゃくちゃ近いんですよね。つげっていうところから、そのままスッと行けるんですけど、そもそも関西本線って奈良県経由じゃなくて、実は三重県と京都府の、府境のところ。県境のところを通ってくるんで、実は直接京都に入ってたりするんですよ。月ヶ瀬とかあの辺りがそうなんですけど、で、南山城村とかがそうですよね。実は直接三重県と京都府って、実は隣、お隣さん同士っていうことになってるんですよ。滋賀と奈良は有名なんです。実は京都もちょっとだけ繋がってて、その繋がってるところが伊賀のところなんですけど、そこなんですけど。で、いうことを考えると、そこを通ってきて、そこから、草津線っていうのを使ってね、行くっていう風になってくると、実は、これかなり安く済むんですよね。亀山からだと、1300いくらだったっけな。亀山から京都の、始発だと、1340円なんですよ、片道。この辺りになってくると、もはやあれですよね。青春18切符を使うよりも安く行ける。1340円で来てるんですよ。近距離切符の、あれですよね。距離範囲内ですもんね。っていうぐらいで、実は行けるし、亀山からだったら、実は亀山まで車で行って、例の100円パーキング止めるなら200円パーキング止めるなら、あそこら、亀山今ね、すごく安いポイントパーキングでいっぱい使ったんで、これから重宝したいなって言ってましたけど、まさにその重宝の次第がすっげーあるのが京都に行くときで、料金100円で止めれて、まあ、100円で止めれて、1340円でしょ ?2 日、ね、例えば、2泊3日の旅行にすると、1泊2日の旅行にするって言うんでね、2日止めたとしますが、そこで200円で済むでしょ。で、片道1340円で2680円でしょ。3000円なんですよね。駐車料金込みで、3000円で済む、切っちゃうんですよ。考えるとめちゃくちゃ安く行けるんですよね。京都って。なんですけど、新幹線縛りをすると一気に高くなると。ちなみに、もっと裏技を使うっていう風なんでね、企画乗車券を合わせて、最短だけ新幹線に乗るっていうことも考えてみたんですよ。その場合は何があるかっていうと、青空フリーパスですね。青空フリーパスを買って、米原まで、
在来線で行って、米原から京都の一駅間だけを乗ると。そうすると、新幹線が安くなるんですよね。特定特急料金って言って、新幹線って一駅区間だけの利用だと、特急料金が、結構安く設定されるんですよ。で、それを使うと、実は米原からだとね、いくらだったっけ？米原京都間だと、2160円。済むんですね。特急料金が自由席だと990円で済むんですよ。これが多分ね、新幹線一番安く乗っていくプランとしてはこれなんですよね。新幹線料金990円にプラス運賃1170円の2160円で済むんで、で、米原までは企画乗車券、アウトのフリーパスだと米原まで行けるんで、あれでフリー料金で行けるでしょ、2500。日帰りで行くんだったらそれで往復で、片道1300くらいかな、四日市、米原って。あ、養老鉄道使った方が安いんだ。知らんかった。まあ、JR だけで行くんだったら1980円で。四日市からね、1980円できる。まあ、でも、まあ、正直、そうだな、ですから、あ、ダメだね、そうだね、1980円ですね。うん。ですからね、さあ、どうしたものかな、というところです。まあ、日帰りで行くって言われ切るんだったら、これをね、往復3800円ですけど、4000円近くになるところが2500円で済むんでね、アウトドアフリーパス当日買えば。ってのもあるけど、まあ、それも、片道1980円とかこれ使ってしまった方が、あれですしね、っていうところですね。悩ましい。悩ましい。結局これで1980円プラス、2160円ってことは、4000円、片道4000円で済む。けど問題は、この、米原京都って、新幹線だと早すぎるんですよね。何分で着くんだったっけ？ 18 分で着くんですって。新幹線早すぎて、なんと、米原京都の18分で着くんだよ。これ皆さん、このからのその、限定ボイスが聞けるかどうかって、怪しいね。ちょっと怪しいよねってなるところなんですよね。これは、18分移動はさすがに想定してないんじゃないかなっていうのがね、これがちょっと双子を切ってみないとわからない。何分のボイスなのかがわからないというのがね、今最大のネックになってましてね。っていうところ、新幹線縛りっていうことを考えるとかなり頭痛くて、もうそれだったら、あと、四日市からだと、5000円、800円、プラス1500円ぐらいなのか、名古屋から、新幹線使っていくプランでもね。ってなると、悩ましいところですし。で、もう一つ、四日市からだと、お得なプランってのはもう一つあるんですよ。安くて、早くてお得なプラン。それがまあ私もよく使っている高速バスなんですよ。これだとね、往復4100円で行ける。これは往と復が、別の日付でも確か買えるはずなんで、っていうことは、一泊二日でもこれ往復割引対応になるので、まあ大体2000円ぐらい済むんですよね。2000円で済むよというところで、そうするとこれ四日市からね、そのまんま駐車場、しかも安いパーキングのところに止めれますんで、定型駐車場のところ、200円のところに止めれますから、三重交通さんのね、駐車場に止めれるんで。で、そこから移動なしで、しかも座ってね、移動できて、京都駅のど真ん中まで行きますよと。いうことでございますよ。で、いうことを考えるとね、そう、高速バスか、その亀山まで出て、亀山から電車移動。で、電車もね、この時間帯だとね、実は次から京都に直通で行く電車もあるんですよね。っていうのもね、あって、京都、電車で行くならこっちの方がいいんだけど、これだとね、何かね、もどかしいってね、亀山からこのプランだとね、なんで安く進むかって言ったら、JR 東海の管内またがないからなんですよね。JR 西日本で完結するんですよ。ってことを考えると、なんか、今回の企画的に果たしてそのプランどうなのか。で、その、高速バス使うのもね、安く済むんですし、8時、9時に着くんでね、まあ問題ないんですけど、今回のね、プラン的に、ねえ、いいんですけどね。新幹線縛りっていうのはね、こんな感じでね。で、時間で行くと、四日市京都間が、四日市京都だと、
一大単京都だと、新幹線だと1時間34分。で、これね、高速バスがどれくらいだったっけ ?2 時間くらいで行くんですよね。ってことは30分くらいしか変わらないんだよね。言い方を考えると、東京からね、在来線で京都に行こうと思ったらね、だんだんな、まあ、一日仕事になっちゃうじゃないですか。ってことを考えると、その名古屋からでも、京都まで在来線で行こうと思うと、まあまあね、大変で、高速バスともう2時間ぐらいかな、ですけど、今度は名古屋、京都がすぐ、そのダイレクトに新幹線が行けるんで、これが早いですからね、30分とかできちゃうんで、ですけど、四日市では名古屋に出ないといけない。そこでプラスさ、ね、倍の時間、30分、40分、とかね、かかりますよと、いうことになってくるわけでございますね。特急で30分がかかりますもんね。普通のやつで言ったら40分とか40、50分かかるわけでございますよね。で、あと1時間50分、そこで34分合わせると1時間34分。あんま変わんなくなってくんだよねっていうことがね、非常にもどかしい。ところでございます。まいったなぁというところでね、どうしようかな。で、一泊二日をするってなってもね、これね、もう一つ問題があってね、何が問題かっていうと、京都って宿が高い。まあ、正直、京都は宿は高い。で、さらに言うと、いつもよく使ってる満喫作戦みたいなやつですよね。快活クラブ作戦みたいなのを使ったところで結構高い。京都の市内のど真ん中だとね、やっぱしね、お値段がする。なのでね、なかなかもどかしい。なんなら、往復料金、さっき言いましたね、4000円切るんですよね。亀山とかであれするんだったら、一回家に帰ってまったものが安いまであるという、近いがゆえの悩みですよね。京都をわざわざ一泊二日旅行するっていうイメージの場所でもなかったんで、今まであんまり調べてなかったし、どうせ高いんだろうなと思ってたら、やっぱし案の定ね、普通のところでもやっぱし1万円超えてくるのがザラなんですよね。で、しかももうね、予約がね、まあ埋まってる、普通に埋まってる。もう1万円5000円とか2万円とかのところはもう予約でまあまあいっぱいだとなっている。そんなような状態のね、ところだってなんでかって言ったらね、冬の京都観光地なんですが、普通に世界的に人気があるんで、世界的に取り合いなんですよ。ホテルがね。だからね、まあいいお値段がするわけでございますよ。今パッと見たね、ようなところとかでもやっぱ1万2000円とかするわけでございますよね。そうか、これ、Google マップは別に出していいのか。っていうことを考えるとね、一泊するのに、する場所もね、なかなか難しいところになってくるんですけど、一応作戦としては京都は外す作戦ですよね。外すってなると、いわゆる京都大阪間、京阪間っていう風に、もう割り切って見てしまえば、言うて間に地方都市がいろいろあるんで、そこのところにね、ちょっと出て、少し安くなってるところを探して、泊まるっていうのも、手かなとは思ってます。まあ、これに関しては、ちょっと当日、行けるんだったら、ちょっとそこら辺で、プランをね、立てていこうと思ってますけど、ちょっと、考えどころだなというところでございます。なかなかね、難しい。大津の方とかに出るっていうのを考えたんですけどね、そこまで実はそんなに、ホテルが、あるにはあるんですけど、そこまでじゃあ、めっちゃ安いホテルがあるのかと言われたら、まあ、結構微妙でね、パッと見てみても結構ね、やっぱ1万5000円とかね、するんですよね。1万8000円とかね、普通にするんですよね。この、経営時間のところはね、そんなに安いホテルがない。だったらもう、いっそのこと、大阪方面の方に向かって出てった方のが、安く済むのか、それか京都沿線でね、行けねえかな、とかっていうのもね、思ってるんですけど、まあ一応で見ていくと、ちょっと外すと、丹波橋とかまで行くと7000円とかもあるけど、まあまあまあでもね、かかるんだよな。まあ、いったなーっていうところでね、どうしたものかなーっていうのね、今ね、ちょっといろいろと、頭悩ませてるところですけどね。さあ、まあ、いったなーっていうところで、
なんか安く済ませるプランも考えないとなってところなんですけど、日帰りで、だから日帰りを2発で行くっていうプランも、まあ、四日市市民の場合はありなんですよね。さあ、というところで、じゃあ、ね、いうところで、じゃあ実際にね、その、ロケ地のところ、まあ、行き方としてはこんな感じ。もう、そのクリアファイル、もう、完全にもう、諦めちゃう。っていうふうに、もう全部割り切るんだったら、正直一番合理的なのは、高速バスか、その、高速バスで四日市から京都に行っちゃうか、それか、亀山に出て、亀山から、JR 西日本の、路線で、1390円で移動するか。これが正直一番お手頃に済むし、はい、その時間も、まあ、別に朝の8時過ぎには着けますしね。高速バスは9時か。一番早いので9時前だったっけ、になりますけど、には着けるんですよね。こと考えると、それでいい気がしちゃうんだよね。っていうのがね、厄介なところなんですよね。まあ、こう、ですか、電車扱うってなると、まあ、名古屋から今度、その名古屋市発の光とかで、ついてってやるのかなってところですけど、まあ、そこのところが、四日市からっていうのが、非常に頭、痛いところになってるというところですね。まあ、京都への行き方っていうのはこんな感じっていうところですね。まあ、これ実は同じ悩みは多分大阪でも抱えると思います。大阪より、かなり東、西に寄ってしまうと、今度新幹線行きたくになってくるんですけど、だから山陽新幹線ならね、新大阪からの間で、新大阪京都間で、このボイス聞けるのかどうかっていうのも結構怪しい、ところではあるんですけど、でもここも想定してるんだったらそんなに長いボイスにしてないのかなと思いながらね、どうかなっていうところだったりするんですけど、で、とりあえず移動手段としてはこんな感じで、かなり悩ましいよと。いうことでございます。で、次は問題は、京都市内の移動なんですよ。これまたね、難しいところでしてね、ちょっと地図出しましょうか。ドン。こんな感じなんですよ。京都市内がここにあるとすると、こんな感じで、この青い丸、なんか旅行バッグのマークになっているやつですね。これが、今回のコラボ施設のところを一覧にしました。こんな感じで、京都駅がここなんですよね。で、京都駅が、さっきも言いました。ポルカじゃねえ、ポルカじゃねえ、なんだ、ポルタ店。これね、ここ、八丈口、この辺りがその、お嬢のところになってるらしいんですけど、京都駅って言っても、広いんでね、いろいろとありますけど、こっち側のね、わーってある、方ではなくて、この、八丁口側の方でどうもやるみたいなんで、多分この南側の方のことだと思います。こっちの方でちょっといろいろと展示があったりとかするらしいんですね。で、まあ、ここはいい。なんならその、奥屋の展示とかわーってあるっていう話なんで、まあ、ここはまあ、いいよと、ちなみに出してみようかな。ちょっと別窓でちょっと開いて、見てますけど、そうね。ここにある順番で行ってこうかな。オフィシャルサイトを見ていただいてるっていう前提でね、話をしてます。あ、ちなみにあとサイネージがね、出てるらしいですね。いわゆる広告ですね。広告がわーっと出てるのが名古屋駅、東京駅と名古屋駅と京都駅に出てますよってことで。名古屋駅も相当広く取ってあります。まあ、JR 東海が多分やってるんでしょうね。全部新幹線側のところですね。京都を、東京も。ということで、まあ、名古屋は、これもちょっと見たいのはありますけどね。っていうのがあって、これが出てますよっていうのもあるらしいんですけど、あとは、そのローカルのやつで、施設か。施設のところの一覧が、クラブ施設情報の、に出てるちょっと順番で説明していきましょうか。まず、京都高島屋さんですね。ここが、10時から、20時。まあ、最終日だけ19時でおしまいらしいんですけど、入場無料で、入れます。まあ、ここはもう基本的にグッズ販売オンリーですね。っていう感じです。ちなみに、混雑が予想される時間帯は、
んか、予約制になるらしいんで、クラックスっていうなんか、なんか、ホームページで、いろいろ予約のやつができるらしいです。一応、リンクは、その、歩道からの、そのリンクのところからさらにリンクで飛べるんで、全部そこに案内は載ってるんで、そっちの方から見てもらったらいいのかなと思いますけどね。うん。で、7日から10日、10時から15時が予約制先着で、15時以降がフリー入場になるんだ。なるほどね。なるほどね。で、12月11日から15日は、12時まで、2時間だけね、先着予約で、ああ、でもそうか、その間で、わーって買うから、そこで売り切れしやすくはなるのか。で、12時からフリー入場って形になって、また、16、17日は13時まで先着予約があって、それ以降フリー入場っていう形で、18、19日はもうフリー入場で行けるらしいですけどね。ということらしいです。なるほど、なるほど。うん。ということなのでね。で、これらのやる高島屋さんですね。これが実は京都駅からちょっと離れてます。これは市場のところなんですけど、ちなみに、パーっとつけているところで、他にもちょっと青い丸とかあります。これが、うちの動画で過去に行ったところですね。まあ一応、うちの動画の視聴者さん、を前提にね、話をしていくんで、うちの動画で行ったところとかをちょっとね、絡めながら話をしとこうと思いますけど、ここが京都鉄道博物館ですよね。で、ちなみに八条口っていうのが、寺尾さんと、あれですね、コラボして、今や向こうは、の、もう2000年に近い、大きいチャンネルでございますよ。うちと違って。あの頃、よかった。ね、声かけといてね。うちがまだギリ、登録者さん、うちが、なんだっけ、うちが110人とかで、まだ、テラさんの方が100人行くか行かないかのうちに声かけといたんですね。よかったね。今や向こうの方が全然大きい。やっぱし、予想通り大きくなってましたけど。で、あってどうのこうのしとったところですね。が、ここですね、八丈口のところなんで、あの辺りだと思ってます。まあ、うちの動画ではよく出てきますよね。あれがつくのも八丈口の方なんで、高速バスがつくのもね、八丈口の方なんで、いや、うちの動画でも結構よく出てくる京都駅の風景のところ。あそこら辺のところが、メインなんですけど、今回その高島屋さんっていうのは、そこからずっと上に行った、うちの動画だと出てきてる、出てきてる、というか前、まん前通ってますよね。その寺さんと行った時も確か前通ってるし、あと京都河原町の駅に行った時ですね、山田駅とか行った時ですね、あれ何の企画で行ったんで、何で俺山田駅行ったんだったっけ、何の企画だったっけ、あれ京都行こう、あれか、大阪まで磯川回れシリーズって言って、京都まで高速バスで行って、京都から京阪で、淀屋橋に出るっていうプラン、大阪に行く、お安いプランを、プラン提供してた時ですね。実は、それの、さらに進化版みたいなのが、実は今後、上がります。12月の年末に上がりますんで、また来てほしいっていうか、まあ、行っちゃってもいいんですけどね。高速バス京都で行って、京都から、京阪電車と、大阪メトロがね、どっちも乗り放題になるフリーパスっていうのがあるんですね。それを使ってしまえばね、そのまま大阪市内の移動もフリーで込み込みで全部プランにできますよっていう、非常にお手軽、お安いプランがまた提供できるような感じがするんですよね。で、なんかその動画の時になんか一回、京阪、阪急乗って、あれか、阪急梅田行って、そこからなんかいろいろと、寄り道を C の良くない山田駅に行ったりとか C のして、一回京都河原町に行ったことがありましたよね。で、その時に駅前降りてね、京都河原町から烏丸の方までね、わーっと歩いて、市場か、のところまでね、歩いたりしてましたけど、あの時に通った、ところ、京都河原町の駅の真ん前の、真上のところにあるのが、京都高島屋さんですね。うん。ですから、あのあたり。ですので、これね、京都駅から直接行こうと思うと、実はちょっと厄介で、
どう行くのかっていうと、市場駅か。市場まで地下鉄で出て、そこから、阪急に乗り換えて、烏丸か。で、京都から町。あ、もしかしたらね、この間はね、バスの方のが便利かもしれない。から町通りの方を走ってく、京都から町の方に行くバスが、とにかくバンバカ走ってるんで、それでありだと思います。で、四日市から高速バスで移動するよっていう人で、真っ先にここに来たよっていう人の場合は、行き方としては、清水五条の、バス停で降りる形になります。私がよく動画を回し始めるところですね。だいたい京都駅まで行かんと、この清水五条で降りて、ここから京阪電車を使って移動っていうことが多いんで、はい、なんですけど、その清水五条で降りて、そこから一駅、北の方ですね、出町柳の方に向かいまして、祇園市場という駅に降りると、もうそこから橋、もう渡ったらすぐ、この、高島屋があるんで、もう一駅だけストンと来ます。なんならこの、なんていうの、筋上、横の上に対して、通りか。通りが南北なんで、この南北の通り、通りに合わせて、見てみると一本なんですよね。ほぼ一本で、この清水五条が一本で行けちゃいますので、うん。鴨川はね、鴨川沿いをずっと行ったら、もうほぼ、いや、鴨川の対岸にあるんで、この、ほぼ高島屋さんも、が、西側の対岸の方にあって、清水五条の駅が、西側の対岸にあって、ちょっと南にあるっていう感じですね。ここと、ここですからね。だいぶ、そのまますーっと、ここならもうね、歩いていける距離です。うん、全然歩いても全然問題ねえよっていうぐらいの距離なんで、ありだと思いますよ、と。いうところでございますね。ここにあります。高島屋さんで、基本的にグッズは全部ここで買いようということなんです。まあちょっと売り切れとかもやっぱありそうなのかな。どれくらい来るのかな。でも、このライブ、このライブはなぁ。このライブ人気すごいもんね。うちら正直40代。もうすぐ40なんで、もう40代みたいなもんですけど、39歳の来月、再来月40ですからね。うん、ああ、もう40だって思ってたらね。だから40代だとね、あんまり V ハマってる人いないんですよね。実は周りでも、同世代でハマってる人いないんですよ。やっぱ20代、30代の子ってのは、30代前半から、20代の子特にね、やっぱめちゃくちゃみんな V 見るのね。うん。だからめちゃくちゃ話したね、あらあらあらってなりますけど。ですからね、そういうところで行くとね、すごく人気なんで、やはりね、どこやっていうところありませんね。その人気がね、あるんで、この辺り売り切れとかもちょっとあるんでね、難しくもしれませんけど、ね、どうしたらいいのかなっていうところがあったりしますけど、とりあえず、高島さんは場所はここですよっていうことで。で、だから、まあ、多少その、駅から、京都駅からね、JR の京都駅から考えると、実はちょっと行くのは大変なんですけど、歩くと、あえて歩いた動画が過去動画であるんで見てもらったら分かりますけど、まあ、ちょっと距離あります。まあ、ちょっと距離が。です。多分バスが走ってるはずなんで、バスが一番おすすめになってくるのかなと思います。一応、ルート見てみる。さあ、便利なんですよ。便利なんですけど、Google マップさん、自動で自宅の住所をね、ポンと出してくれる機能ね、なんか隠す方法ないかな、これ。もう市役所の住所やっといた。あまりにか、毎回ここモザイク入れて対応するのが大変なんで。で、五条から、か、京都から、ここですね、京都、公共機関だと、やっぱバスですね。バスだと20分前後で行けるんで、あ、でも、電車でもそんなに変わらないのか。ただ、料金が230円で済む人、こっちだと、多分ね、390円かかりますもんね。うん。うん、やっぱね、バスの方がいいと思います。230円で市営バスでね、ストンと来ますからね。あと、ちなみにこれ今回公共機関使うんですけど、ちょっと気をつけとかないといけないのが、バスとかこの辺りが実はフリー切符とかがあまりないんですよね。京都の市営地下鉄が1日乗車券とかが一応あったりするんですけど、移動方法としてはね、この辺りも悩ましいところで、一応ね、京都市内の移動に使えそうなやつと、京都と、京都地下鉄、1日乗車券、
実はバスも例えば1日券9月30日発売中じゃなくて、要はあまりにその観光客で混みすぎるもんで、1日券配信にしたりしちゃってるんですよね。で、で、一応、地下鉄バスの1日券というのがあるんですけど、これも、使えない期間があるんだよな、確か。で、ちなみに1100円。なので、比較的他の、大阪のメトロとかがね、600円ですね。600円とか、だいたい600円から800円ぐらいね、あるところと比べると、実はちょうどちょっと、あれ、お値段がね、上がってますけど、多分その代わりは、市バスとか以外も使えるんですね。京都バスや京阪バスも使えるらしいんですけど、で、通年で、令和4年3月30日も利用期限終わってますね。で、販売額が、1100円になってますけど、まあ、ただ、がっつり移動かけるんだったら、京都の地下鉄が、まあまあ、運賃、するん、地下鉄の運賃がね、こんな感じで、初乗り220円するんで、200、400、600、800、5往復すれば、元が、5乗車すればね、ほぼ確実に元が取れますし、ちょっとした移動してたらね、一番遠いところ360円かかりますから、ってこと考えると、交通局、地下鉄オンリーで済ませるんだったらこれっていう手もあるんですけど、あとは、なんだったっけ、何があるかな、スルッと関西か。スルッと関西の、周遊パス。スルッと関西さんの、なんだったっけな、これが、伏見内とかこっちの方に行くときにも結構有効になってきますけど、800円ですね。とかがあるでしょ。今回な、何が厄介かっていうと、この後場所の説明先にしといた方がいいか。場所の説明先にしとこうか。一発目がここで、京都高島屋さんと、いうことですね。で、二つ目が、一通り場所を説明してから、全体の俯瞰した方がいいか。ちなみにここでいろんなグッズの販売やってますよということでございます。あと利用特典のね、受け渡しとかもここでやってますよということですね。新幹線の、利用特典ですね。あと、3000円以上の買うと、この会場で3000円以上買うとポストカードがもらえたりだとか、あとは、1万円以上買うと、袋がね、限定の、紙袋がついてくるらしいです。まあ、よくまあ、オタク業界ではよくあるあのサイズの袋だと思います。ポスターがちょっとはみ出るあのサイズですね。あのサイズ、だと思います。ありますよ、ということでございますね。で、次に上がってるのが、伏見稲荷エリアってことなんで、伏見稲荷エリアね、ここからずーっと下がってね、この順番通りに行こうと思うとね、まず、高島屋から今度伏見台っていうと、ここがいいか、祇園市場にまで行きます。祇園市場からスススススと、下っていって、スーッと下っていくと、伏見台っていう、駅があります。まあ、そのままですね。で、この伏見台駅から、上がった、ところに、稲荷駅があって、ここら辺ですね。ここら辺が伏見稲荷さんです。があります。で、ここのところは、まあ、移動としてはですから、この順番通りに行くんだったら、伏見稲荷、京阪かな。で、京都駅から直接まず伏見稲荷とか、こっちの方をぐるっと回りたいよっていう場合には、JR のこの7線に乗っていくっていう手があります。伏見稲荷まで、7線で移動をかけるという方法が、一番安くなってくるかな。これだと、一本でね、スーッと、こんな感じで来れます。こんな感じでスーッとこっちに寄ってくる路線があるんですよ。で、そこから京阪と実は、沿ってるんで、このあたりは、ケースバイケースの使い分けになりますね。んで、こんな感じで、稲荷神社さん。ここからはもう歩いていけるぐらいの距離になるんで、伏見稲荷神社。ここも、パッと見てもらったらわかると思います。ちょっと縮尺で見てもらったらわかると思いますけど、伏見稲荷、まあまあ、でかいんですよ。
あの、でかい神社なんですよ、ここ。あの、こんな感じで、ガーッとね、あの、細かい文章とか合わせたらとんでもないことになります。まあ、多分、今回やるところで言うと、天童というのあるところだと思うんで、こっちの方だったかな。別窓で確認しますけど、思いきや、ごめんなさい。伏見エリアの、等身大パネルやグッズ販売があるところは、どうやら JR の稲荷駅の、近くらしい。本町通り沿いってなってるから、こっちだ。お寺間の中は別に入らなくても大丈夫らしくて、この稲荷駅のこの通り沿い、この辺りにあるみたいですね。この通り沿いの話をしてるんで。なので、比較的駅近くから、まあ、ここの通り沿い、この辺りらしいんで、いや、あの、逆に言うと、京阪からでも行きやすいのは行きやすい。全然歩いて行ける距離です。ですね。まあ、そのままね、ちょっと伏見稲荷も見たいよって方はね、こっちの方にあるんで、歩いて行けるんですけど、ただし、あの、広いですからね。ちょっと手軽にね、近所の神社にね、ちゃんとお賽銭入れてね、まあ、お参りするような広さじゃない。広さ感覚で行くと、どうだろう、実はね、伏見稲荷さん、行ったことないから行ってみたいんだよね。専門ボディとかちょっと行ってみたいんだよね。だから、まあ、せっかく行ったらやっぱしね、観光もしたいじゃないですか。ね。そうそうですね。うん。大変ですよ、これ。で、いうことでございますね。で、まあ、ここで、ふぶちゃんのやつがありますよ、ということでございますね。うん。で、9時半から17時。17時ちょっと早めなんでね。あの、基本的にこれだけちょっと早めなんで、ちょっとそれあたりだけ気をつけた方がいいですね。そっか。だから、伏見稲荷とはしてない。伏見稲荷エリアっていうあたりやつですね。なるほど、なるほど。はい。っていう感じがありますよ、と。で、ここに行ったところで何があるかというと、スタンプラリーがやってますよっていうのが言ってましたけど、スタンプラリーもちょっと私もちゃんと詳細が分かってね。スタンプラリーの詳細ってどっかに出てたっけ？電子スタンプなのか、それとも何かしらスタンプラリーの最初にスタンプラリーのやつどっかでなんかもらいたいとかあんのかな。スタンプラリーは、8箇所のうち8箇所回るとってなってるんで、回るととしか書いてないんですよね。スタンプの集めから具体的にそのスタンプっていうのが、よくあるのはその総合会場みたいなところでスタンプラリー用のね、台紙を、まあ、購入するなり配布しておって、それをね、もらってそこからぐるーっと回って、パチパチといった感じのイメージがあるんですけど、電子でやってるのかな？デジタルでやってるのかな？ホロリーかなんかで、あの、アプリってね、あの、連携していて、現地でその、やつを取ると、位置情報とかで、スタンプが貯まるよっていう方式なのか、ちょっとわかりませんけど、どちらにしろ、他の、特典とかの兼ね合いで、ホロリーっていうアプリはまた入れとくと良さそうです。で、高島や伏見稲荷エリア来たんですよ。で、そうすると、この順番通りに行く前提にするなら、次、京都駅エリア。まあ、京都駅エリアから行った方が絶対いい気がするけど、だったら、京都駅エリアになるんで、そこ、こっからだったらもう、これは JR で行った方がいいですね。JR で京都駅に行きますよ、と。で、JR 奈良線で京都駅に戻ってきて、京都駅エリアのこの八条通りの、このあくき京都とかある、この辺りの方で、あ、こっちの方かな？この辺りかな？近鉄通りで、こっちの、この辺りだと思います。で、どうも。あるみたいですね。グッズ販売、等身大パネルがどこってなってこれ、八条東口だから、八条西口で、東口だから、こっちだろ、八条東口って。ほんと、たぶん、祭り時計広場だから、この辺りのところですね。この辺りに等身大パネルが来て、で、ずーっと来た、どこってなってた？ハーベス。京都店。ハーベス京都店。どこ？あ、ここだ。ここでグッズ販売があるらしいです。まあ、だからこの辺りはかなり混むと思いますんで、ね、ここにもう、
これいいねとか、あれですけど、この辺りにショッピングモールのところの、ところにありますよっていうことなんで、まあまあ、これは近い。駅、もう駅近というか、もう南側に出ればするっていうところですからね。ああ、いや、はい、はい、というところですね。ここが、お嬢のところで、営業時間9時から21時。まあ、今日ここが夜遅めですね。で、あ、そうですね。祭り時計広場に看板設置ってなってますね。24時間開放ってなってるんで、まあ24時間。まあ、外から撮れるところですもんね。うちの動画にも映ってたことありますよね。ドッキリを仕掛けてやるで、イシシとか言っとったとこら辺ですよね。そうですね。そしたら、ドッキリを仕掛けてやるイシシって言っとったら、まさかの寺尾さんの方が、ゆっちゃんさん、ね、有名な方なんですけど、とね、連絡が取れまして、みたいなんで、一緒に合流するっていうね、逆ドッキリを食らってしまうっていうね、ことがたくさんありましたからね。あれは本当びっくりしましたけどね。で、京都店で、こういったところで、あと、スタンプラリーとかの話をしないといけない。してて忘れてたけど、あと、なんか AR コンテンツや、ホロリー限定コンテンツや、ホローカル限定ボイスっていうのがあるらしいです。この辺りとかがホロリーでなんか管理してるらしいんですけど、なんかいろいろと限定のコンテンツのやつが聞けたり、見れたりだとか、この AR コンテンツっていうのが、しっかりと分かってないんですけど、どうもその、現地に行くと、現地認識をして、そこになんかきっと、自分のいるキャラクターと、なんか、いろいろとできるようなやつとか、そこにね、例えば、稲荷神社のそのところだったら、そこでやると、なんか、ふむちゃんがいるような感じになるよ、ような、あれなんか、VAR のことなのかな、ということですね。が、あります。だから、アプリで、スマホを持って、アプリを入れて、スマホを持っていくのは、かなりマストになると思います。うん、で、あとは、同じような、コンテンツもあるんですけど、そうですね、スタンプラリアルコンテンツ、プロリー限定コンテンツ、歩道から限定ボイスってなってるんで、そういうことですね、京都駅の方もこんな感じですよ、ということです。ちょっとこの等身大パネルとグッズ販売が離れてるところもあるんで、そこに、ね、ちょっと気をつけた方が良さそうですね。で、あとは、下鴨神社。次の順番で行くときは下鴨神社ってことなんで、これがね、大変なんだ。これが大変なんだ。なぜかというと、下鴨神社ってどこにあるのかというと、ストンと離れます。離れて、まずは、ここは出場だろ清水古城、こういったことも言われてきますけど、京阪本線をずーっと登っていきます。京阪本線をずっと登っていったら、出町柳という駅があります。で、そこからさらにストーンと行った、ストーンと行って、下鴨神社ってどこだっけ？たまに笹行きすぎ？あれ？どこに来てた？あ、行き過ぎてるか。さすがに行き過ぎてた。ごめんなさい。こっちだ。下鴨神社だから、ここですね。うん。この辺りです。どの辺りか、うちのところで行くと、鞍馬口で降りた動画がありましたね。鞍馬口から、そうだ、西園寺行こうってね。西園寺さんって有名なね、鉄道系 YouTuber さんの方がいらっしゃるんで。じゃあ、そのね、西園寺さんにあやかろうって言って、ね。西園寺行ってみたって言ってね、西園寺、京都の西園寺に行くっていうね、動画をやりました。ちなみに西園寺さんはあれですね、同志社大学の方なんですよね。で、西園寺、これは、西園寺港に、ちなんでるんで、そもそも西園寺さんというと、あれですよね、同志社大学じゃなくて、立命館大学を作った方で有名なね、西園寺さんの方がいらっしゃいますけど、その方、YouTuber さんの方は、同志社大学。なかなかね、あれだったりしますけどね。あの動画の時に、だから、よっちゃんさんも、西園寺さんの、ダルビのね、方ですけどね。そう。の時に、鞍馬口から降りて行って、なんか和菓子屋さんにちょっと和菓子買ったりとかしてましたよね。あの和菓子屋さんのところから、スーッとまっすぐ行った先にあるのが、鴨上神社です。うん。だから、近鉄で、行くと、一駅、
乗り換えなしでこの鞍馬口まで行けるんですけど、この鞍馬口から鞍馬口通りでずーっと行く、あの出雲寺橋、この辺りまで行きましたね。この、なんか、オーバーラインして、この辺りまで行きましたよね。この辺りからぐるーっと回って、ぐるーっと回って、ぐるーっと回ってたような気がしますけど、あの時にと、あの辺りからさらに奥に行ったところなんで、ちょっと距離、歩く距離はちょっとありますよ。ちょっとある。で、ただね、京都芸術大学、京都芸大のところでしょ、こっちの駅も。残念って言ったら、こっちもこっちで、連町やないからさらに乗り換えてなんで、まあな距離があるところなんでね、これまたね、難しいよ。バスがいいのかな？バスあるのかな？バスはあるのか？バスはあるけど、バスだとどこ？あ、ここから一応境内扱いになるから、そっか、出町柳から歩くっていうのを手なのか。そっか、一応手なのか。で、愛用者だから、この、佐々木市とか、この辺りの、で、社務所があって、ここだ、この社務所の辺りで、グッズ販売とかがあるらしいですよ、と、いうことですね。説明ボイス、ですね。で、説明ボイスや等身大パネルも、あってっていうことですね。等身大パネルがちょっと南側の方にあるみたいですけど、河合神社の説明ボイスもあるんだ。説明ボイスが場所によって聞ける説明ボイスが違うんだ。河合神社は多分、さっきちらっと見てたこの南のところですよね。ここはここであるんだ。あった？約1度になってまた。危ねえ。まあまあ距離あるよ、これ。ここ歩くだけでもね、40分以上は間違いなくありますからね。まあ、うちみたいにね、まあ、2、3万歩ね、歩くのだらない企画やってるところだったら全然ね、問題ない距離なんですけど。いや、とはいえ、まあ、大変よ、これ。あれはそう。まあ、一家族としてはそこバスからか。河合神社でも行くんだったら、ここから行った方がいいのかな。うん。地下鉄で行って、って言う手もあるけど、まあ行って帰りこっから乗ってきて出町柳からそのマストンと伏見稲荷の方に出るっていうプランもありなのか、なかなかもどかしいでございませんか、なるほどなっていうところですね。まあ下鴨神社かなりええですから、ここ北の橋になりますんで、まあ、かなり強いですね。ここ御所ですからね、御所ここですからね。うん、まあまあありますよ。うん、あ、ちなみに京都駅から歩こうと思ったら、あと歩くとどれぐらいになってた、歩く行った方がいいやね、あれなんてかけれるかっていう場合は、ここだけで移動1時間半、往復3時間かかりますからね、諦めましょうね。はい、ということでございますね。うちの動画企画でも、まあまあしんどいよ、この距離は。っていうこと、嫌だ。この前どこだったっけ？鞍馬口からどこまで歩いたよね？どこまで歩いたっけ？あの時も、烏丸までだったっけ？歩いたよね？っていうのがありましたけど、まあこうなります。で、まあ、他のところも今、ちらっと映りましたけどね。で、ここがみこちのところと。いうことですね。で、次が、下鴨神社の次が、次は京都市京セラ美術館ってことなんで、これね、比較的京都駅から近いところになってきます。ここですね。ただこれ京都駅から直接行こうと思うと、ちょっともどかしい位置ではあるのか。最寄り駅は、東山駅、になってくるはずです。この東山駅からも全然歩いて行ける距離ではあるんで、そこまで難しくもないんですけど、さっき言ったように、京阪電車をメインにするんだったら、山頂から歩き、まあ、ちょっとあるかな？ちょっとあるけど、まあ、歩ける距離ではないかもしれん、っていうぐらいのところですね。で、京セラ美術館さんがあります。東山から、ここですね。まあ、ですから、烏丸御池。あ、そうだ、ここまで歩いたんだ、この前。御池ですね。で、御池の、で、パン買ってでしたもんね。そうそうそう。なんか、ご当地の有名なパンだったらしいですね、あれ。うん。
清水屋でしたっけ、何でしたっけ、忘れましたけど。で、ガラスマ置いて、ここから乗り換えてスーッて行くことなんですね。うん。市営地下鉄が最寄り駅。で、ここだと、で、京都がラプサまで、ここは、グッズ販売のやってるところが、エントランスで、ですから、有料エリアじゃないところに、グッズ販売をやってます。ただ、等身大パネルとかがあるのは、中の施設内にあるらしいんで。この、営業時間が、美術館自体は10時から開園で18時閉園。で、グッズ販売所は30分スライドして10時半スタートの18時半閉園らしいです。まあ、だから先に美術館を見て、後からグッズを買いに行くっていうような感じで想定していくのかな。で、ラプス様のところが、ちなみにここ月曜日休館日なんでね、ちょっと気をつけてもらって、中の美術館では730円です。まあ、そんなに実は高くないよね、美術館にしては。っていうか、他の美術館はあんまり値段知らないし。なんか、美術館って言うと1000円超えてくるイメージがあるんですけど、そうでもないのかな？うん。そう。おめえ博物館学園持って行って何言ってんだ。最近博物館学園ね、螺旋ちゃんのやつでね、すっかり有名になっててね、あれになったかもしれませんが、博物館学園、どっかでも言いましたけど、博物館学園イコール美術館に詳しいじゃないんでね、聞いてください。私の場合、民族史上博物館とかそっちの方が、専攻でやってたんで、美術館全然、わからない、実は。っていうところなんです。ただね、なんか、動画の企画で行ったんですよね。うちの動画の企画で、神宮彫刻館行った時に、美術館がセットでついてきとったんで、美術館も行って、それでね、美術館自体は、実はちょっと興味があるんですよ。あれで見た時に、美術品って、現物見た方のが絶対わかりやすいやっていうのが分かったんで、特に油絵見た時とか、彫刻とかはそうだろうなと思ったんですよ。壺とかはまあ現物見た方が絶対わかりやすいんだろうなと思ってたんですけど、正直、絵画でも、特に油彩画っていうのは、全然、現物で見た方がわかりやすいんだっていうのがその時わかったんで、すごくだから美術館自体に興味を持ってたところなんで、実は正直めちゃくちゃ生きてるんです、ここ。うん。ちょうど1回ですね。で、なんで今のタイミングで行きたいかというと、まあ正直、まあね、お作どもがいっぱい押し寄せるわけじゃないですか。まあ私も含めてですけど。ね、ってなった時にね、やっぱね、その美術館、ガチの美術館行く時何かこう、やっぱしね、行ったことない人からするとね、あれになるってね、ドレスコード。まあ実際にドレスコードってないはずなんですけど、美術館に行く人って言ったらもうおしゃれな人、イコールおしゃれな人、美術センスがある人の集まりじゃないですか。ね、この美術センスのかけらもね、ネクダンね、まあ民族学とかそっちの方が、まあね、あれやってますけど、そんなね、あれは、向いてない感じのね、ダサい格好で行くわけでございますよ。そこはね、ちょっとね、気が引けるなということでね、なかなか行きにくいですけど、いや、同志がいっぱいいるんだったら、まあ、紛れれないかな、っていうね、ところでね、ちょうどいいやとね、思ってます。で、730円で行きますよということなんですけど、正直、ここも、美術館で多分、2、3時間は平気で見れますもんね。全然見れるところだと思うんで、広さ的にもね、まあまあありますからね。ですから、正直、うん、1日で、全部を回ろうと思うと、うん、絶対的に時間が足りないんだよな。うん。だって、だいたい猶予が8時間ぐらいと見ましょうや。まあ、10時間見ときましょうや。だとしてもね、移動時間込みで、移動施設1時間10分くらいしかないですよね。こと考えるとね、まあ、ちょっと、そう考えるとね、ちょっとね、厳しいじゃないですか、ということでございますね。720で1時間12分くらいか、ということですからね。そうですね。もうきっついね。うん、さすがにね。だからね、やっぱ2日見ときたいんだよな、という気はします。で、場所で行くと、グサンバがやってで、ここは、ちょっと変わってるのが、限定ボイスが、その、芸術品の解説とかをラプ様がしてるらしい。これもね、ちょっと気になってますよね。そう、最近ね、すっかり
美術館、ホロライブで、美術館といえば、ラレンちゃんというね、スカイモースのね、キャラクターになってきて、スカイ、今や、ホロライブの中でもね、どっちかというと常識人、ね、なんかネタ枠やべえやつ、代表みたいな感じで入ってきたけど、今やね、気がついてみたら、なんか料理もできるし、普通に常識持ってるし、あれ、で、芸術品とか、なんか美術品とか歴史に関してめちゃくちゃ詳しいし、なんなら語彙力高いし、ね、結構難しい四字熟語とかスラッと使いますからね、語彙力高いし、まあまあ、かなり、本もね、読むみたいですからね、活字も読むみたいなんで、かなり、そのあたりとかも、実は語彙力とかも詳しいんで、実は博識だし、っていうか、まあ、普通にね、国家資格持ってるし、っていうことなんでね、あれだったりしますけど、なんか、ラプ様も相当実は詳しいらしいですからね。そう、ラプ様もね、うちがね、まあね、すっかり、忘れされた、栃木のね、東日本の支部があったよっていう兼ね合いもあるんでね、栃木県といえばね、ラプ様のね、イメージもありますんでね。まあ、それも気になるところですね。で、その限定でその解説ボイスも聞けるらしいんで、ちょっと気になりますね。で、等身大パネルは、ここはその、ですから、そもそもその、なんか、スタンプラリーとかの対象になるんですけど、等身大パネルのある場所らしいんですけど、その等身大パネル、これでもちょっとすいません。正確な情報はちょっと、公式サイトとか見てほしい。厳密に言うと違うかもしれない。こういったところの場合は。で、有料エリアに等身大パネルがありますよっていうことなんで、そこだけに気をつけてもらって。ちなみに、これも写真、普通、美術館って中写真が多分 NG になるけど、さすがにこの等身大パネルのところはそういうと見て、連携できるようなシステムなら、さすがに、撮っていいんだろうと思います。まあ、それでも多分、説明があると思いますけどね。作品紹介ボイスも7日から17日。あ、作品展示紹介ボイスは17日のまでなんだ。さっきも言いましたけど、今、うちの画面のところに期間載せてあったけど、そう、19日火曜日までってなってますけど、17日までしかそのガイドの案内はないらしいんで、ちょっとそれは気をつけましょう。あと、月曜日休館なんでね、そこも気をつけてと、言ったところですね。うん。スタンプラリーと、はいはいはい。あとは、他のところの仕様ですね。ありますよ、ということです。まあ、ちょっとかなり気になりますよね。いやー、ということで、あとグッズ販売もありますよ、といったところでございますね。で、京セラ博物館がこんな位置にありますよ、と。で、次が、漫画ミュージアムになるのか。漫画ミュージアムはさ、もっと中の方に戻ってきて、ここですね。正直、京都駅、こことからここは本当に移動は楽ですね。そのまんま、烏丸大池のところなんで、あそこ大池っていうか、俺、前に通ってんな、これ。え？なんで記憶にね。あ、俺、一本ずらし旅ってやってたんだ。ずらし旅はこの室町通りからそっちの方通ってきてたんだよね。そう。それで気づいてねえんだな。あー、そうだ。なんか、この辺りから、丸太町の辺りからこっち側に入って、ちょっと裏の筋歩いてみようぜとかって歩いてたから、京都漫画ミュージアムだけスルーしてきてんの。ダメじゃん、お前。何やってんだよ。いつの企画だったか忘れたけど、あー、ということで、漫画ミュージアムがあります。で、ここも、ここがスバルの会場ってことですね。さあ、まあ、だからここは絶対マストなんですよ。やっぱね、スバトもタルトもね、行かないときにですね、というところでね。ここは全部一般900円で、10時半から17時半という形になってます。で、グッズ販売とかは、その中の、入ってすぐのところには、投資のやっぱりでも外側にあるんだ。受付して、その入館を、しなくても、等身大パネルとグッズ販売は受けるのか。で、中に入ると漫画紹介のコーナーがあるんで、そこのところでその、この面のおすすめ漫画があれですよってことで、ああ、全部読むのはなかなかあれですけど、まあ、そこでね、押さえておけばね、いけますからね。なるほどな、ということでございます。っていうのがあるらしいです。で、ここでも、取り扱いグッズがいろいろとありまして、で、スバルのおすすめ食品紹介ボイスがあるの中に入ると、はぁ、あ、ちなみに休館日水曜日なので気をつけておきましょうね。うん。はぁ、
まあ当然ね、これはここは中入る。もう当たり前、ここは絶対中入るの前提なんですけど、私はね。ああ、はあはあ、なるほどね。なるほどね。なるほど。っていう感じで、ここは5時半、多分ね、結構開館時間が5時半なんです。で、17時30分でね、閉まりますんでね、そこのところも一つね、ちょっと、押さえておかないといけないところだ、ということでございますね。ただここは時間がつく、時間が潰せちゃうんだよね。ほぼほぼと、漫画の図書館みたいな感じですからね。ミュージアムなんで、博物館とかにしてあるところなんですけどね。あ、ちなみに、ミュージアムとライブラリー、どうあれだから、まあ、あれなんですけど、難しいところは、本だからライブラリーでもいいんじゃねえのって気もしますけど、まあ、基本的にライブラリーの場合は、学芸員じゃなくて司書の管轄になるんですよね。これ何の違いがあるのかっていうと、まあ、結構、厳密にちゃんと決まってないじゃないですけど、まあ本だと図書館になるよねっていうような感じのイメージだと思うんですけど、まあ簡単に言うと図書館ってもともとは情報の管理だったんですよね。情報の管理をするのが図書館の役割で、昔のね、中世の時代みたいな話なんですけどね。情報の管理をやってたのが、図書館で、だからよく図書館戦争なんてね、ラノベでありましたけど、実際情報を制するものが、ね、時代を制するみたいなところがあったんで、実はその図書館ってすごく大事な役割があった。今で言う、機密情報みたいな取り扱うとかもあるんで、例えばだから今でもバチカンっていう国はね、あんなちっちゃいところなのに、国として独立してできるじゃないですか。なんであれ、バチカンがね、キリスト教、カトリック教徒の、聖地だから、それで国として成り立ってるんだっていうのを、まあもちろんその側面もあるんですけど、バチカンがすごく大事な役割を果たしているのは、バチカンには、キリスト教の施設の中の全ての情報が集まっている図書館があるんですよね。ライブラリーがあるんですよ。そう。で、ここだけは絶対に一般の人絶対入れない。その神官の人ですね。神父さんが、やる。の、でもその、バチカンの中で、その、やってるそのエリートの人しか、そのライブラリーの中に入れない。そこにはもう、まさにその、バチカンができた時から、ね、古くからの、そのキリスト教にまとわる資料とかが全部揃ってるらしいんですけど、で、資料というか、ですから、あそこにあるのはその、本のデータがあるらしいんですけどね。そう、いうのがあるらしい。ですから、そういう役割があるんで、今でも情報で、キッズとしてのそのすごく役割があって、国として成り立つところもあったりする、ところがあったりしますよね。っていうようなところとかがあったりするんで、じゃあ図書館っていうのは情報の統制で、情報の管理、統制、の、ためのシステムのところで、博物館は物の管理なんですよね。美術品だったり、それが、まあ美術品だったら美術館になるし、それ以外のね、いろんなものを扱うよって言われば、博識なものを扱うっていう、万博のものを扱うので、博物館なんですよ。では、うちは、どっちかというと、まあ、ですから、美術館も博物館の中の、一種類、美術品っていうのが特に、例えば、うちが、研修とかやったのリトルワールドでやってたんですけど、リトルワールド、ちょっとごめんなさい、ちょっとまた特殊なんですけど、あそこの場合、屋外展示博物館なんで、家とかなんですよ。飾ってある、いわゆる、博物館としての、作品がね、一作品が家とか、ドーンとあったりとか、オンドルとかね、韓国のやつがオンドルのシステムのところだったりとか、そんなのがドーンとあったりするんで、かなりちょっと規模感が、一番対極にあるんですけど、美術館ってね、とかってなってたりとか、まあ、他にも一般的には物を飾るじゃないですか。そうするとね、物を保管しておくための、そのシステム、感じと、美術品っていうのは一つまたちょっと独特なんですよね。照度の管理とか、湿度の管理とか、まあまあ、もちろん博物館でも秩序の管理とか大事になってくるんですけど、ただまあ、屋外展示ね、家ドンと飾ってあるところね、まるっとね、空調入れるかって感じなんで、もう屋外にドンと飾ってあるんでね、雨風にさらされるような感じのところの感じだったんで、ちょっと独特なんで、実はそれの管理の方法とかをいろいろと勉強しとったんで、美術品に関してはもう、よくわかんないなっちゃうんですけど、実はね、まあ一応、もちろん座学ではね、いろいろと知識は入れてましたけど、っていうところで行くと、ここはミュージアムってことなんで、どっちかというとその物の管理としての扱いが強いなっていうところですね。まあ情報管理
だから漫画っていうものを、漫画という漫画本というものを情報として管理するんじゃなくて、ものとして管理するよということですね。作品としての管理っていうのがそういったところになってくるのかなっていうのがあったりしますけど、まあいいや、そんなこと言い出しとったらきりがない、ということなんでね、まあこのあたりとかがありますよということでございますね。っていうところだろう。ここが、入館料900円ということなんで、うん。ここは、まあまあ、こういう感じ。まあ、行きやすい。京都駅からも行きやすい。めちゃくちゃアクセスは、今回の中でも屈指の行きやすさですね。2期生行きやすいね。2期生、オンリーで行くって言ったらめちゃくちゃ楽っすよ、これ。でもここ行って、京都駅行って、ここ行って、ショップ、そのまま戻って、ここショップ、これで終わりますからね。うん。めっちゃあれなんですけど。ああ、他にのところってなると一気に大変になってくるよ、ということですね。で、次がどこだ？次はどこ？三部寺ですね。三部寺が、三部寺どこだったっけ？こっち側だよね。あ、ここか？ここだ、三部寺。991年建立の仏像、寺院ということで。ここもまた行くのになかなか、悩ましいですね。京都駅からだと丹波口乗り換えて降りてかなぁ。うん、まあ、大宮駅が近い、ところら辺になってくるといったところなので、これ地下鉄も難しい。地下鉄も難しい。まあ、阪急編成になってくるんですよね。うん。で、ここから、京福電鉄のね、嵐山本線もあるんですけど、駅的には多分、ここかな、大宮駅になってくるのかなっていうところなんですよね。そう、だから、各社パラパラなんだよな。正直その、例えば、鉄道系のね、ところとかと組む場合って、大体がその鉄道会社の沿線に作るんで、一つの企画乗車券で済んだりするんですよ。まあ、例えば、マワヤンセみたいな感じでね。一番、スペイン村ならマワヤンセで済むし、まあ、あそこの場合、実施でしたしね。だから他の、その、あの時もコラボの時に何だったっけ、宇賀座駅とかにパネルが置かれたりだとか、いろいろとありましたけど、まあ、場所は離れてるとはいえ、すべてあの一連のね、近鉄グループのそのマワヤンセでさえ買っておけば、その特急列車に乗って、特急列車でその限定ボイスも聞けて、で、駅に着いたら駅でその、送信台パネル取れて、さらにステッカーがもらえて、で、そのまま駅から、マワヤンセね、ピタッと、そのフリーバスに見せれば、そのまんま、島はスペイン村までバスに乗れ、パンパン、パパパンって聞きながらね、バスに乗っていき、そのまま島はスペイン村でその周り合わせを見せれば、そのまま中も見放題、ピオスも食べ放題、食べ放題にならないんでね、気をつけないと。あ、でもデジタル周り合わせだって確か5000円分のなんか食事券がなんかついてくるので、それで多分チュレスも買いたいとかがあるのかなとかがあったりしますけど、まあ、それはね、島はスペイン村徹底攻略、講座みたいなのが前にあったのがあるんで、なんかちょっと伸びてたらしいんで、あれもね、ちょっと見てもらっていいのかなというところがあったりしますけど、という感じで、だから何が言いたいかというと、企画乗車券1枚で済むんですよ。もしくはその、同じ会社さんのところ1枚で済むんですけど、今回、リアル東海と組んだ兼ね合いなのか、それ以外の、だから、普通これ JR 西日本とかだったら、西日本の界隈とかで結構済ましたりするんですよね。ここの丹波口のところで、京都鉄道博物館でね、施設にしてみたりだとか、このままずっと行ってね、渦政とかでね、やったりとか、ちょっと離れてますけどね、とかって、いうようなね、感じになったりとかするわけなんですよ。ね。そういう感じで、まあでも、この辺りで済むって、ちなみに JR もこの辺り企画乗車券あるんですよね。なんですね、なんですね。まあ、これですね、ちょっとウェスター会員の限定のやつになってくる。要はネット予約、のやつになってくるやつなんですけど、前回、うちのところやった方、名古屋お出かけキットですね。あれ買うときに私全部登録したので、実は私これ使えるんですけど、こんな感じ、三島物語って言って、これが京都でも使えるんじゃなかったっけな。特に今回のエリアあたりのところは使えるはずなんですよね。ね、自由周遊区間がここでしょ。
ちょっとわかりにくいですけど、一応山科、京都、桃山、保津峡なんで、桃山だから、どこだ？桃山はね、あー、ちょっと南の方なんですよね。稲荷越えて、ここっしょ？うん。ここなんで、伏見稲荷とかもね、全然、こっち側にあるんで、で、上は、なんだったっけ？山陰線で、保津峡？保津峡までですもんね。ですから、その保津峡だから、この辺りまでね、来てますから、トロコなんてね、ところ、全然、エリア範囲としてはね、まかないとかいるんですけど、ただ JR だけだと、こっちのね、下鴨神社とか全くカバーができないんでね、難しいところだったりします。ただこれ、言い忘れてましたけども、新幹線で行くのを諦めた大阪沿線民の方。言い忘れてましたけど、大阪沿線民の人で京都に行く。もう、で、まあ、新幹線に乗るのは諦めとるわ。ね。いや、大阪人、やっぱりね、休しませんの。こういう時はね、そんなね、そのクリアファイル1枚でね、そんなね、5000円もね、4000円も5000円もね、かけ取れへんわと、いう場合ですよ。にはね、これめちゃくちゃ有効になってきます。大阪沿線、この神戸とかこの辺りから京都の方まで出れて、これが、いくらだったっけ？これね、まあまあ安いのよ。1250円。そう、1250円で、1日フリーキープになるんで、大阪から行って、さっき言ったように、ある程度の施設、伏見稲荷から、あとこの後、説明しますけど、三好のところとかね、そっちの方とか、あたりは、実はカバーができてたりするんで、日帰りでね、行ってっていうことを、これ3日使えるの？これ3日間も使えるの？嘘。有効期限3日間ってなってるの？3日間乗り放題で1150円の嘘だ。マジか。マジか。めっちゃお得？あ、そうなの？マジで？そんなことある？一回あたり400円？二回あたり一回あたり400円とかって話だけど、マジで？そうなんだ。まあ一応、なんかそういう情報になってますね。なんで、大阪から行くよって方は、ぜひこれ、検討に入れておいてください。JR 東海も諦めとるでっていう、まあ私も言うて、完全に新日本で行くかなっていうプランとしてる人間なんで、あれなんですけど、でしたらね、このプラン。全然、ありになってきますんで、うん。で、これで持っとけばね、フリーキップでちょっと外に出て、安なっとるね、ビジホとかでね、泊まったりとかって、茨城とかまで出れば、高槻まで出ればね、何かしらあるはずなんで、ビジホとか、うん。ちょっとね、この辺りでやるよりは安くするし、移動費もそのフリーキップの区間内で行けるってこと考えたら全然ありなんでね。ありっちゃありじゃないかな。なるほどな。っていうところだったりしますね。だから、身筆だと位置的にはかなり、もどかしましょう。で、例えば、京都駅から行こうと思うと何が進められる？10時とかにしときましょうか。何を進められる？バスか。あ、一応バスで一本で行けるのか。はぁ、あ、はぁはぁ、三部寺道っていう、バス停があって、そこで降りれば、まあ歩いてすぐ行きますよね、と。はいはい。ここら辺に参道があってっていうことですね。はいはいはい。はぁ、あ、はぁ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 。230円で済むし、27分でなってます。これは、で、あとはやっぱ歩き、こっからの歩きですね。うん。丹波口からの歩きが進められてますね。まあ、そうだ、これだと150円で済みますね。なるほどな。うん。で、230円と。
いった感じで、まあ、バスもプランに入ってくるのかな。バス移動がね、そう、京都はね、どうしても地下鉄がこの2つだけなんで、そこまで網羅をして、大阪とか名古屋までね、網羅をしてるわけではないんですよね。っていうことを考えると、なかなかね、そこら辺が実は選択肢でもどかしくなってくるところでは、三部寺はこんなところにあったりします。で、三部寺は、風間殿のところで、ちなみに入会料300円ということでございます。門入って、門のところであれなのかな、もうあれで、社務所の方じゃなくて、阿弥陀堂の方で販売があるらしいので、表門側の方ですね、さっき、地図で見ましたけど、こっちから行ったら近い方じゃなくて、かなりこの、JR 側から入ったら近い、この辺りの方でやるのかな。いや、また、老中本もここだろ。待てよ。じゃあ、表門、なんか、地図。これ南向き、南北じゃねえんだ。この公式サイトにあるやつ。本当は南門が西側に書いてあるわ。南門が、左側に書いてあるから、公式サイト見てもらったらね、風間殿の、かわいい、着物姿も見れるんでね、ぜひ公式サイトも見てほしいんですけど、そこに書いてある地図は、これね、東西南北が、一般的な地図の表記と違うんで、東側が、下になってますね。ですから、こっち側から行こうと思ったら、逆にあってらね、京阪じゃない、阪急電車の、方から入った方が行きやすそうですね。に、等身大パネルやグッズ販売がありますよ、ということでございます。だからこの地図で行くと、この辺りの方にあるらしいです。はいはいはい。ですね。ですので、京阪電車の方がおすすめかもしれませんね。で、そのまままた戻ってきて、っていう感じになるのかな、ということですね。ですから、さっきの順番通りプランで行くと何だったっけ、スバル、イドハだから、スバルのところからだと、案外そっか、一本で飽きねえのか。京都漫画ミュージアムが、これ市場からすればいい。こちら、一つずれて、ここよ。京都漫画ミュージアム、ここからだから、一本ずれてのこっちだから、まあまあ、移動は大、あれですね。はい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 。なるほど、なるほど。で、よし、大宮がありまして、三部寺があって、ということですね。はい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 。っていう感じですね。で、次が、なんだ、これ最後。最後が三好さんのところか。車崎神社、嵐山エリアってことなんですけど、ここがね、実はちょっとかなり、くせ者でございまして、場所をまず、ここからね、どういくかというと、四条大宮、ここから、嵐山線ですね。雷電乗って、これ雷電でしたよね。これね、出てますけど、これですね、渦巻の方に行く、京福電鉄ですね。で、これでね、で進めていきますよ。市場大宮門のこの大宮駅からね、ストーンと列車に乗っていって、ずーっと行くと、はい、ここに車崎神社があります。見ての通り、まあまあ、というの、渦巻はここですからね。まあ、遠いの。これ離れてんのよ、結構。いや、マジかーとね。まあ、マジかーってなりましたけど。ここで。まあ、ただ、車崎神社降りてからすぐのところにあります。駅からはすぐ近くです。ただし、これ大事なことがありましてですね。等身大パネルはあるのは、八尾よろず神社。
シャーム、本殿、大鳥が、こうの位置あるやろ。で、待てよ。だから、ホームページを見てもらってる方はね、待てよ、大鳥こうだから、トントンやから、この、清少納言社って書いてあるところから、等身大パネルに向かっていく方が、北側なのかな？その、公式サイトの地図で見ると、これ、これ、地図見、これ、地図見るの苦手な人からしてみたら、かなり、難しいと思うけど、うん。北向きですね。ですから、逆に言うと駅から近いです。駅からはかなり近いです。駅は入って、表参道入ったらすぐ、見えてくるんで、それほど迷わないのではないかなとは思います。ただこれ厄介だけど、等身大パネルはここにあるんですけど、グッズ販売の場所なんですよ。これ、ちなみに言うと、この神社自体は9時半から5時までなんで、5時にしまったので、ちょっと気をつけてもらった方がいいかなというところなんですけど、問題はね、じゃあ、このグッズ販売じゃどこでやってるのってね、ここね、神社はね、いろいろ探してみれば、まあ、ありません。あたこちらとかもあるんで、いろいろとあるけど、さあ、どこにあるかな、どこにあるかなと思ったらもね、これ見つからないんですね。どこにあるかというとですね、スーッと来ますね、スーッと来ますね、スーッと来ますね。まあ、かね、ずーっと行くとね、嵐山の終点に着いちゃいましたね。なんかここからね、さらにね、あれと思ってね、スーってちょっと南側の方見てみるとね、ここに、車崎神社の嵐山東宮っていうところなんですね。これ、ここらしいんですよ。これ気をつけないといけない。うちも車崎神社、ふーんって聞いとったんでね、あっちの方なんだと思ってたんですけどね、いざね、よくね、この公式サイトのやつ見てみるとね、来年嵐山駅から、嵐山本宮横ってなってるんですよね。嵐山渡月橋のところってなってるんで、ここでどうも間違いなんですよ。ここは渡月橋ですもんね。で、どう、横ってこっちの方なんかな。この辺り、どこもあるな、地図で見ると。まあ、とりあえず、この渡月橋のこの交差点のこの辺りに売り場が来るらしいので、神社から歩いていこうと思ったらかなり至難の業ですよ。これ、ちょっと、出してみよう。出発地を、こことしたら、歩くと16分か。まあ、あるよ。まあ、あるよ。1.1 キロだからね。まあ、あるからね。これは、なかなか、攻略の試合だっていうところでございますね。ということなので、まあ、日帰りで行くよって言うんだったら、結構ある程度割り切って見ていかないと、これ日帰りが相当難しいと思います。帰りの電車の時間の終電にも余裕ますけどね。ということでございますね。一泊はした方がいいと思うな、と思う、私は。全部回りたいんだったら一泊はマストだし、日帰りでって言うんだったら、死者選択で4箇所であれがもらえるんで、その4箇所を狙うっていうのを手ですね。高島屋は抑えれるんで、そうすると実質3箇所でいいんで、まあ、おしめのところとかね、北側エリアとかを中心にとかっていうような感じで見るっていうのも手ですし、うちのところとしても、もしかしたら、その細かい、ちゃんと見るのは、また後日行くっていうプランは立てようかなと思ってます。もしくは一泊二日する人も、何してたっけんだよね、この辺りホテルが。ホテルがね、パチッてやるしょ。ホテルの値段が見てよ、これ。1万1000とか、なんか19万1000とか出てくるよ。何これ。安いの、高いのね、全部高いのね。なんか、ここまで行けるとプラの1000円とかもあるけど、なんだ、ペンションか。チェックよ、な、4万とかさ。4万とかダメです。何これ。すっげえ。何高級なあるのね。すげえな。24万円。どういうことだこれ ?24、1泊24、54万5000。なんなのこれ。
アマン、アマンって聞いたことある。アマンってことすげえな。ヤフーで頼んだら60万、6万円だとか。なんだよ、手数料にしても高すぎたのか。なんだよ、これ、すっげえなー。はぁー、54万円。すげえなー。っていう感じでございますんでね。高いんだよね。どこら辺まで行けば安く済むのかな。下に抜けるとビジネスフロートリースなどってあるけど、あー、スロビーのところか。ここが確か6000円ぐらいだったっけな。うんうん、なるほどな。ここまで出ちゃうか。どうかにしてもいいや。1万3000円とかって案内が出てるな。ですから、これは最低見るのは結構絶望的なので、相手ね、こっちのね、ビジ法で安く済ませようって言うんだったら、こっちの方に行けば、あるじゃん。で、ここゲストハウス、6900円とか、コネリア、贅沢、高槻まで行ったらさ、何かしらあるんじゃない？でも1万はいるのか。やっぱ1万を超えてくるか。1万切るっていうところはなかなかないか。あ、ここちょっと安いのがある。はい、あー、なるほどな。あの民泊みたいな感じかな。富田だと、うん、どう3万、ああ、高級だった。いや、なかなかお値段、お安くっていうところはなかなか難しいなというところがあるわけでございますな。なるほどなっていうところでね、どうしたものか。なかなか、まあ、逆に言うと東京から行く人だったらね、1万円とか出しても、ね、全然一泊の方がいいと思うんで、こっちの方があれになってくると思うんですけど、とはいえ、押さえとかないと何せ、まあでもホテルの数はありますからね。うん、別に予算2万円とかにするんだったら、全然ホテルの探しはあると思うんですけど、予約はしといた方がいいと思います。ガチでやっぱり週末人気なんでね、このエリア。しかしそれにしてもホテルの数は多いな、やっぱし。うん、多いですけど、やはり逆に言うとうちらみたいに、手軽に済ませたいなっていうところになってくると、なかなかこのお値段ね、行って帰った方が安いもんなってなっちゃいますからね。そこら辺がね、ちょっと、どうしたものかな。そう、車移動って言ってもありじゃありなんですけど、この辺り駐車場も中の方は逆に駐車場高いですからね、難しい。車移動にしてもこっちの外とか出る、単純に移動距離のこと考えた車って全然ありな距離でもあるんですけど、位置的にもね、そのこれも、だから、何社またがってんだよ、これ。今回、京福、JR、西日本、JR、東海、さらに京阪電車に京都市営地下鉄、さらに市バスのところもある。とかってなるとね、まあ、近鉄以外、ほぼ全部絡んでるんだよね、今回。ってなるとね、そう。全部をトータルした切符みたいなのがね、あればね、あ、これちょっとあれだ。あればいいんですけどね、なかなかそうもいかなくてね、難しいな、どうしたものかな、というところでございますね。まあ一応、攻略関連としてはこの値とかを軸に、仕上げていくのかなといったところですね。果たして当日プランどうなるのか。まあその動画がね、今 5月の動画を更新してるね、うちのところがね、5月に撮影した動画をね、年末に飽きてるね、うちのところが、果たしていつアップロードできるのか。今7ヶ月巻きです、撮影したところがね。さあ果たしていつアップロードか。もうみんなが忘れた頃に上がるんじゃないかというので、ちょっと恐ろしくもありますけど。一応こんな感じでね、一応いけないかなーっていうプランいろいろとね、考えてはいますんでね。またね、行ったらね、行ったらね、
まあ、あんまりカメラ、ただ中でカメラ回してるとかのあんまりないんでね。そのあたりとかもちょっと、悩ましくもありますけど、さあ、どうしたものかなというところとかを頭に入れながらですね。まあ、何かしらの参考にしてもらえたらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、何で、2時間27分も喋ってるの、相変わらずね、喋り出すと止まらないね。怖いね。ということでね、私、下地とはもう朝一から予定が入ってるんで、つか、ダメじゃん。ダメじゃん。起きてたらダメな時間まで起きてたら、そう、健康診断が実は入ってるんですよ。そう、健康診断なんでね、寝なきゃいけなかったんで、どうしよう。やっべ。まあ、なんとかしましょう。ということだっきでね。まあ、いけるかどうかはね、ちょっと確証がないんで、またね、なかなかちょっと難しいところではありますけどね。まあ、これあたりとかはね、参考にしてもらって、まあ、いろいろとね、ちょっと抑えとかないといけないポイントをいろいろと、これで抑えれちゃうんじゃないかなと思いますんでね。他のところとかもね、他にもね、ご賞とか金額って、ね、うちのところで行ったところだと、引き読みに出会うとかもね、あったりしますからね。まあ、ないぜね、見るところはいくらだってありますからね。うん。いろいろと、一泊二日なりし、ね、とってね、ちょっといろいろと、プラスアルファ見て回るのも楽しいんじゃないかな、と思いながらも、やっぱり料金はね、かかるな、というところでね、難しいな、どうしたものかな、と思いながら、きっと当日そこまで、また結局プラン立てやんと適当に回るんだろうな、とか思いながらね、過ごしているわけでございました。ということでございます。まあ、実際行けるかどうかも含めてね、こう動きたいということで、ひとまずね、この動画、攻略としては、ま、こんな感じで、まあ、結論、どうしたものかな。結論は当日の動画でどう言ってるのか、どこに止まってるのかとか見てもらってね、どこに止まるのか、止まれるのかどうかもね、うん、本当にわからないんで、止まるんだったらね、とりあえずもう今の使いやる遅いとかないといけませんからね、一応ちょっと探してはみますけど、その中では一応ちょっと、伏せとこうかな。ということでね。満喫も強み高いのね、このあたりはね。で、8時間のナイトパックとかもないんで、はい。この、京都の中の方だとね、そのあたりとかも、結局、まあまあ、いいお値段になりますんでね。6000円か7000円くらいなんだよな。ということなんでね。まあ、ちょっとね、そのあたりとかもね、考えながらね。対応していきたいなと思います。ということでね、まあ、ひとまず、1位をね、改めて見てみるとこんな感じと。ここが伏見稲荷で、来たら、これだ、ラーメンと夢をかけ、ああ、そう、これも、YouTube の動画上げる前の企画ですけどね。10年以上前の企画か。これも言ったのね。あそこの一条寺がこの辺りですからね。なあ、そう、北か、ここのね、下鴨神社か、ありんのか、まあまあまあ、遠いの、ここと、ここがありますからね。まあ、島とこね、なかなか距離ですからね。ちなみに、ふぐちゃんのところから、三好社のところまで、歩いたらね、2時間37分かかるらしいんでね、いや、絶対に俺は、ね、ふぐみよのところは、絶対俺の足で歩いて繋げるんだっていうね、ボサの方はね、一応も、参考時刻、2時間37分。様に言っといてください。遠いよ。マジで遠いよ。俺は絶対、やだね。これはさすがにやだね。っていうかね、これやってたらね、本当に恥ずかしい。全部回ると絶対無理。もう本当に1週間時間が取れるよって、学生さんの人とかだったらワンちゃんそういうプランとかでやって動画で上げてもちょっと面白いかもしれませんけど、歩き限定で全部回ってみたってね。4日は見ときたいかも。3日はいるね。2日じゃ無理よ。これ、歩き、姫でやったら。まあ、美術館とかはね、もう前だけで済ませる。なんか入らないとかにしてもね、うまそうかなというところだけど、まあ、せっかく行ったらなんか見たいですしね。というところですね。まあ、難しいね。どうしたものかな。まあ、ちょっと。細かいところはまたちょっと考えて、なんかユーストフォーステルが出てきてる。6900円。ほう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 ほ
なるほどね、なるほどね。まあ、なるほどね、なるほどね。まあ、ちょっと頭に入れておきましょう。はい。まあ、いいですからね。まあ、皆さんも、なんか、参考にしていただければと思いますと。ということで、この動画はね、これぐらいで締めたいと思います。まあ、いろんなね、こういったプランどうですかみたいなのをね、いろいろとまたコメント欄に書いてもらったら、私もめちゃくちゃ参考にしたいんで、ぜひ、よろしくお願いいたします。ということで、この動画はね、これぐらいで、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。これ以上長々と喋っても仕方ないですからね。手遅れ。